クラユのフットサルレディオーイエーイはい、ということでね、えー、今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。無事聞こえてますかね、今日もね、えっ、ー、と、先週に引き続きなのかな、えっ、ー、と、あの、なんだっけ、スペースと YouTube で同時配信という形でね、やっていまいりたいと思います。 音質はなんか YouTube の方が聞き取りやすいみたいな話も聞きましたけどどうなんでしょうかね。まあ皆さんそれぞれの環境でねお楽しみいただければなというふうに思います。はい。スペースの方は今20人ぐらい来ていただいているのかな。すごい。ですね。うん。あ、なんか途切れ途切れになってるかもしれないってあれはあるんだけど。そんなこ なほんとどうなんだろうな皆さんどうすかね今聞こえてますか皆さん今ねスペースの方のにどうなんだろうなうんうんうんどっちが途切れ途切れなんだろうな YouTube とね X とちょっと待ってね はい、聞こえてんのかなどうだろう、うん、あっ、うん、本当ですか、大丈夫ときている。YouTube のはとりあえず大丈夫。なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございます。ではね、早速やっていきたいと思いますけれども、えー、皆さん、ま,あ、まず、あれですね、お疲れ様でしたっていうのが適切なんじゃないかな、サポーターの、えー、皆さんもね、えー先週。先週末ですね、つったってもう。 まだ3日しか経ってないですけど、土日に F リーグのディビジョン1ファイナルシーズン最終節が墨田区総合体育館で行われまして、土曜日に下位リーグ3試合、えー、日曜日に上位リーグ3試合行われまして、えー、いよいよ今期の F リーグもフィナーレでしたというところでね、まあ、まあ、最終戦が何よりねもう戦前からですけども、えー、名古屋オーシャンズとペスカドーラ町田の。 まあ、首位決戦勝った方が優勝で、まあ、首位町だ引き分けても優勝っていう試合だったので非常にあの注目度の高い試合、まあ、それが一番最後ね、えー、いわゆるオーラスで試合があったわけなんですけど全162試合でしたね今シーズンはレギュラーシーズンと合わせて、うん、でも全日程終了で、えー、名古屋オーシャンズ逆転での連覇7連覇という形になったんですけども。 えー、そうですね、まあ、ただ順番にちょっとね、順を追ってまず、カイリーグの方からね、ちょっと振り返りたいなと思うんですが、土曜日ですね、えー、湘南対横浜、北海道対品川、それから隅田対北九州とで、3試合が行われました。で、私、この2日間は実況ではなく、会場でね、いろんな人にお会いしましたけども、会場 MC を務めさせていただきました。 風が取る隅田のホームゲームで、あのテディさんというレギュラーの MC の方の代打で出ることは今までにもあって、なのでまあ隅田のホームアリーナ MC をやったっていうことはあったんですけども、あと昔、2020、2021シーズンの最終節かな、コロナ禍か何かで確か延期になった駒澤の立川府中と湘南の試合も MC やらせていただいて、その時は、 運営がフーガのスタッフさんたちだったんで、そこからお話が来てって形だったんですけども、F リーグの方から、えー、まあご、ご連絡をというか、うん。いただいた、あ、ちょっと待ってさいね。ちょっとね、スペースの方がちょっとあれなのかな。うん。これでどうだろう。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。 スペースの方がちょっと聞こえづらかったんだと思うんですけど、ちょっと、はい、じゃあマイクオンにして、一応これでね、スペースの方も含めて喋ってるんですけど、スペースは今日ちょっとダメそうだっていうところなんで、ごめんなさい、もう割り切って YouTube でやっていきたいと思います。で、えー、っと、そう、こっちに YouTube に誘導してこないといけないんで、ちょっと X の方で今日はちょっとスペースがダメそうですっていうのをちょっと発信してもらう形にします。すいません、YouTube でご覧になってる皆さん、えー、大変長らくお待たせ してしまってなんで一応ね一応スペースでも配信をしてるんだけどなぜか途切れるっていう謎のあれなんでこのままえっ、ー、とはい通常他の、うん、スペース入った時に通常なら他の参加者さん見れるのですが見れなかったですっていう風にいに頂いてますねやっぱなんかおかしいっすねしたら、ね、いやすいませんねごめんなさいちょっと冒頭でだいぶ時間を、えー、消費して えー、しまいましたけれども、えー、と改めてねじゃあここからちょっと内容をしゃべっていきたいと思います1月13、14 F リーグファイナルシーズン最終節、まあ、皆さんお疲れ様でした結構これ聞いてくださってる、えー、皆さん多くが現地に行ってたのかなという感じはするんですけども、どうですかね、まあ、チケットも、ね、完売だったから行きたかったけれども、えー、取れなかったよという方も当然いると思うんですけどもうん まあ、あれですよね。なんだっけ。ほんと、素晴らしい雰囲気でしたよね。お客さんもたくさん入って。うん。っていう中だったんですけども。うん。うん、なんかね、今んとこ、そうか。X の方のね、ちょっと問題かもね、わかんないけどね。そんな感じだね、これね。そうだよね。Wi-Fi がダメだったら YouTube もダメなんずす。 なんで、えーとまあ、現地ねあ、チケット取れませんでした。やっぱそうですよね。まあいますよね。はいはいはい。現地行きました。13日が取れなかったとかね、いろいろ。うんそう。割り切ってこっちに。そうですね。もう割り切って今日はこっちで行きます、ね。まあいろいろだったのか。まあでもちょっと1日ずつね、ちょっと振り返りたいなと思ってるんです思うんですけど、まずね、えー、っと1日目、下位リーグの方ですね。まあ僕は、えまあ、さっきちょっと話途中になりましたけども、 F リーグさんからお話をいただいて MC をやったのは今回が初めてで。で、2日間で6試合。12チーム。まあ、率直に言ってね、めちゃくちゃ疲れましたね。<laughs> あの、いや、実況より疲れたかな。まあ、あの、やっぱほら、初めてやることなんで、隅田のホームアリーナでやったり、まあ、J3 の SC 相模原のね、もちろんスタジアム。 MC やらせてていいいたただまますけど、まあまあ、勝手がまたちょっと違うじゃないで,すかであの何より結構一番ねこの MC やっててあのー、なんていうのそこがポイントだなと思うのはえっと要はディレクションしてくださる隣ではいじゃあえっとあと321みたいな感じで F リーグ20232014みたいなそ進行でねいろいろこ,ここで横で指示を出してくださる方ともえ当然ながらこれ初めて。 ご一緒させていたただだく方だったので結構まあ間合いとかがですねこれ重要だったりもするんですよね互いの呼吸が。でまあただ、えっと、その方はすごくでもなんかいろいろ気を使ってくださる方だったんで,で僕がその F リーグのリーグ主観試合で MC を、えー、するっていうねでも初めてだっていうのもその方ももちろんご存知だったんで一応極力のすり合わせは事前にさせていただいて、まあ、オンラインでのミーティングもやりましたし。 あーまあ、いろんな準備をして臨んだんですけども、うん、まあ大きな事故はなく終われたのかなっていうふうに思うんですけどどうでしたかね皆さんね聞いてていやまずね一番やっちゃいけないの何かなって思った時に、まあ、1回目じゃないですかで2日間で6試合でしょで分量も多いから、まあ、それなりに疲れもするよねっていう中でそう疲れが溜まってきた時にも絶対やっちゃいけない一番やっちゃいけないの何だろうなってなった時に、まあ、やっぱ選手の名前間違えると一番やばいじゃないですか。 うん、いやそんな福田さん間違えないでしょっていう風に言ってくださる方もいると思うんですけどこれは分かんないじゃないっていうのはいつもと状況が違うのといつもと状況が違うんでいろんなことをこう同時に考えながら喋ってるんでそうするとヒューマンエラーでこういや頭の中ではそれ理解してんのに読み間違えちゃうとか例えばまずそれを絶対なしよっていう2日間。 はい、当たり前のことなんですけどまあまあ初めてだったんでまず当たり前のそれをしっかりやろうというのを非常に意識してですね、えー、やりましたね入りましたはい、うん、でまあそこは幸いだから大きなミスなく、うん、終え終えれたのでうんなのでまあひとまずなんかまあ自分としては最低限の9大点75点とか分かんないですけどだからまあ あ成績表でいう、まあ、3は硬いなっていうぐらいの点数が取れたかなとは5段階評価でね。はい、なんでまあ、うん、そう、まあとりあえずそこが無事終わってよかったなと思います。はいえー、13日講演会幕なんでなんとかいけます。福田さんの場内 MC 最高でした。ありがとうございます。そう言っていただいて。福田さんの会場 MC めちゃくちゃよかった。本当ですかそう言っていただけるとですかね。 うん、そう、2日間一人でとか限界に挑戦。まあまあそうっすね。うんあ。で、YouTube もちょっと固まってたっていうあれなんですけど、どうなんだろうな。僕のパソコンも一瞬、あれなんですけどね。今は動いていくかな。うん。そうで、まあなんかその、なんだっけ。うん。 ああサポーターの応援でね、結構聞き取りに行くい。まあ、それはね、確かにね、しょうがないですよね。そう、そこも結構ね、うん、まあ、どうしようかなと思ってて、僕、1試合目の、だから、北海道か、北海道、うん、湘南、横浜、で北海道、品川、で北海道、やっぱり届くようでないとっていうところもある中で、かといって、まあ、 えー、来ちょっとなんかそこら辺のね分量は調整しながらやらせていただいたんですけどもでまあ結構ね聞こえ方が体育館のどこに座ってるかによっても変わるみたいなんですよねうんなんかあんまり聞こえないっていう人もすごいよく聞こえたっていう人もいてだからその辺の塩梅が結構難しかったんですけど、うん、まあでもまあとりあえずね今日今回の何、はい、て言うのかな今回の まあ、MC に関してはとにかく大きな事故なくしっかり、えー、終わると、うん、いうのが、まあ、最適な目標だったので、まあ、とりあえずそこは、ね、クリアできてよかったかなとは思います。で試合の,方の、ね、内容もちょっと、えー、見ていきたいなと思うんですけども、うん、福田さんの引退選手へのミシーンが基調になりました。いいやありがとうございます そうねまあ、まず、やっぱ僕は1日目はやっぱそこだったかな。引退選手、引退する選手の、うん、がまあ各チームにいるじゃないですか。まあ、1日目だと具体的には北九州の花島選手であったりとか、あるいは引退じゃないけど対談する選手、湘南のジャッピーニャとか、あとまあ引退できて横浜 YSCC の田村嘉昌選手とか、うん、室田祐希選手、言わずもがなんですけども、そうだったんで。 まあ結構、なんていうのかな、そこはあれですよね。試合中にもお伝えしましたし、あと、まあ、メンバー発表のところでも、ボルコバレット北九州、だから、フィールドプレイヤーナンバーエリセブン、7 F リーグでは、今日が最後のプレイ、話しまーユーみたいな感じで、こう、言添えるとかしっていう風なね、ところはやらせていただきました。ただ、唯一かな、引退選手で、その、今日が最後のプレイって添えなかったのが、最終戦の町田の3番の高橋雄大選手でしたね。 あのー、その試合に関しては優勝がかかってる大一番だったのでまあもちろんそれを情報として伝えたいなという思いはありつつもまあそれがあることでこうなんか町田こう場内の空気でねこう中立の方が「そっか最後なんだ」っていうのでちょっと町田によるとかっていうそのなんか僕の MC によって外的要因が加わってちょっと場内のその何ていうんですかねサポーターのバランパワーバランスが変わるようなことがあると。 あの試合の結果にも万が一影響を及ぼしてはいけないのでだからまあそこはなんかこう迷った末に高橋雄大選手だけはあの今日が最後のプレーみたいなことは言わずに普通にフィールドプレーヤーナンバー3高橋雄大みたいな感じで紹介させていただいたんですけどもねそうやっぱりねまあ優勝決まるね試合だったっていうのはあるけどもそれだけじゃなくてやっぱりまあこの週末でね F リーグでラストプレーだったまあ次の日だと浦安の加藤龍馬さん 大島昭弘さんとかね、はいまあ、各チームに何人かいる状況があったと思うんですけど、うんまあ、そこもね含めて、やっぱり、ね、皆さん目に焼きつけに来てるだろうなと思ったので、なんかそういうちゃんとねストーリー、思いを組んでこう届けるじゃないですけか、まあ、そういうことは、ね、やっぱり意識しましたよね。まあ、僕自身、まあど、ほとんどの選手、ね、取材させていただいたこともあったり、まあ、もうずっと見てきてる選手だったりもするんで。 ま自然とやってれば、そんないろんなことをこう思い出しながら、ちょっと気持ちが入る感じにはなるので、そこはなんかこう、はい、うん、そうだな、まあ、なんていうか、エモーショナルな要素は入れつつ、ただ、優勝決定戦だけはちょっと、うんうん、今季の、ね、優勝が決まるっていう試合だったんで、うん、なのでそこはあえて、まああの、触れずにっていうところはあったんですけど、うん、あ星野優作選手、失礼いたします、ボルクの星野です。 福田さんの会場 AMC120 点ででしししたたたありがとうございましたお疲れ様でしたなんかすいません、ほんと、そんな風に言っていただいて。いやー、それはやっぱ嬉しいっすね。選手の方にそう言っていただくなんていうのも、一番嬉しいかな。うん、そうっすね。もちろんサポーターの皆さんそうですけど、でも、やっぱ僕は選手が気持ちよくね、プレー、えー、してもらいたいなって思いながら、やっぱ MC をしてるんで。 うん、でそれこそ最後のプレーになる選手、まあ、あるいは、まあ、まだ発表されてないけど、まあ、今季限りになる選手もいるわけじゃないですかうんだから、ね、そういう皆さんにも最後、何て言うのかな、まあ、結果は勝負事なんでどちらかが勝って負けて引き分けてなんだけど、まあ、でもなんかその人なりのもう100%あとりあえず俺このチームではもう今日 F リーグにおいてはまだ選手権あるけどとりあえずリーグ戦も出し切ったと。 ああいうふうになんかこう思ってもらいたいので、うん、だからね、すごい、あれですね、本当、全選手170人ぐらい、多分2日間で名前呼んでると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ気持ち入れて読みましたね、やっぱそこはね。まあ、そうじゃなきゃいけないと思うし、当然ね、これね、そう,いう,そうあるべきだと思うし。うん であとやっぱ名前を普段例えば星野優作選手し実況中にさあここで9番の星野を前線で受けてとかいうのと星野優作とし実況中に呼ぶのとそのメンバー発表で「フィールドプレーヤーあんなもない星野優作」って呼ぶのって当然呼び方が違うんですよね。で呼び方が違う時にそのお名前によってこう何て言うのかな一番響くなんか音ってちょっと変わるんでキーとか。 星野優作とかだと、星野優作みたいな、クーでこうなんか、なんていうのかな、えっと、響かせる感じになるんですけどで、そうするとなんかこうマイクにしっかり乗って、ふわってこう、場内に広がるみたいな感じになるんで、その辺をまず平日めっちゃ練習してましたね、先週は。うん、火曜日から、火曜日からほんと毎日あやってたか、うん、そうですね。まあ、家で緩めにやったりとか、前の日は、 カラオケ行ったりとかもちょっとしたんですけど、そこであのマイク使って一曲も歌わずにそれをね、やったりとかっていう、まあそういうね、うん、のはやってましたけどもね、まあでもそれはなんか選手にそう言っていただけるのは本当う嬉しいですね。いや星野選手、ひとまずね、レギュラーシーズンとファイナルシーズンお疲れさまでした、まだね、選手権あると思いますけども、えー、ちょっと一旦ね、ちょっと今オフなのかな、多分各チーム、1週間とかオフだったりすると思うんで、まあちょっとゆっくりしてください、本当ね、フリーガーの皆さん。 ジェリーがより忙しいからね大変だと思うんですけどいや星野選手ありがとうございます本当にますねそんなとこまで考えてるしゃべってる福田さんすごすぎるいやありがとうございますそうっすね自分がね自分が考えてなんかやれることはやろうと思ってやってたんでそうそうですね先週の YouTube 放送を見たから楽しめたあああありがとうございますファンタスティックさんはいそうなんですよね うん、それと、えー、なんだっけ、でも聞こえる時はめっちゃ集中して聞いてました、ああ、嬉しいですね、ようこっちさん、なるほどお。海外で放送してる、固まった、いや、全然日本、そして、えっ、ー、と、めちゃくちゃ外苑前なんですけどね、ね、そう、時が、ま、たまに止まったりしてるのかな、はい。 福田さんが MC なのあアリーナ席にいましたが正確に情報を伝えつつ試合の邪魔にならなくて福田さんが MC なのをちょっと忘れてましたがこれがいいと思うんだよねなんかやっぱそうなんですよこれやっぱこの塩梅がやっぱ最初ね下位リーグの1日目の1試合目と2試合目の中までちょっと喋りすぎたかなって感覚がやっぱあってそうなんかその MC の方が前に出てはいけないですね当たり前ですけど試合があくまでもメインであって選手が主役なんで。 だからちょっとそこはね微調整をしたんですよね。だから、このコメントは嬉しいですねはい。北海道の時フットサルの試合で迎撃ミサイルの話聞くと思、ジエイ選手のね、いやなんか、ああいう場でもしかしたらアクセスもいいし、最終節だし、友達を呼んできてる方もいるかなと思ったんですよ。そしたら、F リーがあんまり知らないっていう人ももしかしたらいるかなと。 でそうなった時にやっぱこうプレーのことだけじゃなくてなんかこうえ航空自衛隊にいた人がいるんだみたいななんかこの選手個人にもちょっっとねあのー、やっぱり興味を持ってもらうっていうところも大事かなと思ったんでだからまあサポーターさんの応援の流れに合わせて合間合間でちょこちょこだけね実況の時ほどは入れなかったですけどはいその辺、ちょっとねあの MC でちょこちょこは入れさせていただきましたね。ねうん サポーターエリアのね、位置の関係で、そう、聞こえないは、まああるんだよね、やっぱね。そうそう。まあそこはね、もうある程度、まあ、会場のあれにもなってきちゃうから、もうしょうがないですよね。そうなんですよね。MC も歌ってる感じなんです。福田さんはロッカーです。歌ってる感じかどうか分かんないですけど、ああまあでも、喉のあれですよ、作り方とかは、なんか、歌を歌う予定がある人同じですよね。ちゃんとこう、なんていうの、倍音倍音ってあるんですけど、声の。倍音が出るように。 発声練習も当然しますしあとリップロールってこういうプッてやつねはいとかもやったりしますねこう口が極力回るようにそういうのはねもう,もう僕もともとは元々 MC がなりわいにしてたわけじゃなかった、ね、もで自己流ですけどただ相模原とかでも2シーズンやらせて頂い,いてるうちにいろいろまあアベマの実況もですけどやらせて頂い,いてるうちに少しずつこう自分の中にもノウハウがたまってきたんでまあ常にこうブラッシュアップしながら。 っていうね、感じでやってますけど、北九州の五レイロ2人満了は驚きすぎて、マジこれよ、ついさっきですよ、僕もツイッターに投稿しましたけど、いやいやいや、2人とも更新じゃないんかいっていうね、いや、これは中にいないから、あのめ、なんていうかな、あんま無責任なことは言えないですけどね、外から見た限りでは、稲野選手、今マキューレ選手、2人とも、いや、素晴らしかったけどなっていうふうには、まあ、ちょっと思うんですけどね。 うん、実際、稲野選手が勝ち点3取った試合って本当、いくつもあったんですよね、で残留争いしてたじゃないですか、だからその中で、例えばアウェー品川戦1 0で勝った試合、もう稲野祭りでしたけど、まあ、もちろんね、5レールだけで守備やるわけじゃないから、それはチーム全員でやってる、それも絶対そうなんですけど、でもやっぱ実際、5レールのところでよく止めたなっていう試合やあーシーン、かなりあったんで、あれを勝ち点1になるのと0、0あるいは0になるの、全然違うから。はい だからまあちょっとね、なんかこう、ね、まあちょっと意外だったし、正直は僕の個人的な気持ちを言えば、ちょっともう1年、あの2人のね、体制稲野選手が出て、あの今キューレ選手途中からこう、ね、あの攻撃参加で入ってくるみたいなの、もう1シーズン見たかったけどなっていう感じはしますけどね、この前の隅田戦も、まあ、最後さ、フーガドル隅田、素晴らしいパワープレーから5ラストで追いつきました3対3、1日目の最終戦ね。そうで 素晴らしい、まあ、隅田のね、パワープレー,ターと、まあと、中田選手の2本のゴラッソが、まあ、本当にゴラッソだったんで、あれはもうさ、どうしようもない、まあ、まあ、ゴレールからしたら可能性、まあ、なんか可能性、自分に矢印向けるとしたら、コーチングとこの声がけでもう少しこのタイミングでこういう声をかけて、ここ修正できてればみたいな、あるかもしれないけど、まあでも、客観的に見ていても、MC 席の目の前だったんですけど、まあ、決めた方褒めるべきじゃないっていう。 まあ実際、北九州めっちゃ良かったんですよね、あの最終節ね。試合後、安島選手にもちょっとお,かお話を伺ったんですけど、まあ、プレス回避の部分とかも含めて、もうシーズンの集大成っていうか、まあ、本当素晴らしい内容のフットサルしてて、まあ、でもやっぱ勝負ごと、まあ、これ、勝敗はね、内容が良かったとしても、必ずしも勝てるとも限らない、逆の試合もあるっていうところなんで、まあ、そこはもう隅田を褒めるべきだと思うんですけど、で隅田、実質やっぱりホームアリーナ、実質ホームゲームだったと思うし。 そういういね外的な余裕ももちろん加わりながらそうなんですけどねでもまあとはいえでもこの前も稲野さんにプレイしてだからまあうん驚きはありましたよね間違いなくね驚きと意外ですよねこの前試合終わったと稲野さんとも少し話したんですけどもう稲野さんもこれから北九州でのこれからの話をしていたのでいやだから本当にね寝耳に水じゃないですけど多分本人的にもちょっと。 いやマジかっていう感じはね少なからずあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、でもまあこればっかりはねまあクラブが決めることだしいろんなねまあ試合しか見てない自分があんまりね言えることじゃないのかもしれないんで、うん、まあ分かりませんけどもまあ選手権ねぜひまた頑張ってもらって来季また僕は F1 で2人とも見たいなと思いますけども、ね、いや欲しいってクラブあるんじゃないかなうんあると思うけどね。 ですね、これは本当そうな、そう、チームの事情って分からないですよね、そうそう、中のことはやっぱ分かんないからね、えって正直思ったよ、なんでっていう、いやいや、更新やろみたいな、真っ先にとかは、外から見てて、まあ思うことだから、まあね、で、2人とも別になんか、じゃあ、例えば仮にでしょ、仮に、稲野選手がすげー活躍はしたけど、めっちゃそこ悪いとかだったらさ、それだったら、まあ、あの満了かもだと思うけど、まあ別に、めっちゃ高青年だし、なんか、 逆にピッチ内外でチームのプラスになってたんじゃないかというふうには思っちゃうんだけど、うん、これは例えばですよ例えば来季すでに、あのー、すごく代表クラスの5レールを加入がもう実はもうほぼほぼ決まってるとかね分かんないけどねうんで、まあ、まあ例えばまあそういういろんな要因があるからこればっかりはまあ本当ねそこまで言及はできないところではあるんですけどただまあ意外ではありましただから頑張ってほしいなと思います2人とも。 まだまだ F1 でやっていただきたいなと個人的には思いますね。うん。そうね、よかったと思いますけどねって尾崎さんもいただいてますけど。うん。うん。あえっ、ー、と、名古屋のコールリーダーの方から来てます。14日の最終戦に名古屋のコールリーダーとして参戦しました。会場が異様な雰囲気でした。ね、すごかったですね。海外リーグみたいだった、本当 えー、福田さんが試合中に話す町田の優勝決定条件を聞いて逆に燃えたのを記憶していますそう、あれね、だから本当に最終節なんで、まあ、チケット完売だし、ほとんどの方はフットサルファンだと思ったんですけど、だけど、あの最高の試合を、まあ、もし連れて、友達に誘われてきて初めて見たとかいう人が、共感をできないともったいないじゃないですか。もちろんそこまでを見てなかったら、なんか、ずっと見てた人に比べたら、こうね、うわっとはならないのかもしれないけど。 でもはそこまでの背景をお伝えしたいなと思ったの、ね、で、何度か試合中お伝えしましたね。名古屋オーシャンズは優勝するには勝利が絶対条件。ペスカドーラ町田、勝利はもちろん引き分けでも優勝が決まります。この条件は伝えてましたね。あとスコアが動くために。このまま名古屋オーシャンズ勝利で終われば、名古屋オーシャンズ、逆転での7連覇達成。逆にペスカドーラ町田としては、ただ、あと1点、同点に追いつくことができれば、初優勝、悲願の初優勝を達成することができます。みたいな感じだったかな。 そう状況はね、そこは確かに結構繰り返しお伝えしたかもしれないですね、点が入るたびに。このまま行くとどうなるのっていうのが分かってみるのとさ、それ分かんないで見るの全然違ってくるじゃないですか。うん、でしたね。うん。いや、コメントありがとうございます。いや、名古屋もね、いや、両チームともですけど、サポーターの応援もすごかったですね、やっぱりね。 人数もそうだけど、それ以上にも多分一人一人の、サポーター皆さんも一人一人のもう、そこにかけるモチベーションが、多分いつもと全然また違うだろうから、一人一人の声量もいつも以上に出てたんじゃないかななんかたまに F リーグの本当にね、時々見られますね、ああいう空気ね。うん。僕、ああいうの見るたびに、ポルトガルで見た、リスボンで見たダービーを思い出すんですけどね、う。ん 日本いや、F リーグ、こんな空気作れるんだよねって、改めて思いますよね、試合のレベルも含めて、はあ。いや、ありがとうございます。そして、タムミーさん、F リーグ TV、アベマでしたが、福田さんの MC、楽しく聞けましてあ、ありがとうございます。そうか、そうか、なかなかね、タムミーさん、北海道、湧かないですよね、確かね。日本最北端なので、そうしょっちゅうっていうところだと思うんですけど、ね、いや、そう言っていただけると、うん、ね、まあいろいろ、難しかったけどね。 まあでも僕、個人としてもすごくいい経験ができたんで、また次ね、さらにいいものにしたいなと思いますけどもね。早く新チーム決まるといいですね、ようこっちさん。そうね、2人はね、本当に。そう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 、うん。表彰式も F リーグを世界一伝えている福田さんの声でより感慨深く感じました。AR さん、ありがとうございます。そうですね、僕、この国で一番多くのフットサルの試合を実況してきた人間で、多分間違いないので。 いやそれなんで昔はって話に話なんだけど、昔今ほど放送なかったですからね。全試合中継3シーズンやらせていただいたことで、うん、もう間違いなくそうだと思んですよ200何,何試合かな、今、うん。うん、ボルクのファンではないが、どこのチームでも共通して言えることだよな、そうなんだよな、こればっかりは。満了の部分はね。あこの選手やめちゃうのっていや、去年それこそ北九州だった田村賢人選手が満了ってなった時そう思いましたしね。でもまあ今期 シュライカ大阪で守備の要として素晴らしい活躍。シュライカ大阪チえ、リーグで3番目に失点少なかったんですけど、めちゃくちゃ貢献していたと思うんでね、もちろんゴレールの樋口選手ね、素晴らしかったけど、でも田村健斗選手が入って、後ろをさらに締まったっていうのもあったと思うし、だからね、その田村健斗選手じゃないですけど、稲野選手も今久浦選手もぜひ新天地で活躍してもらいたいなと。なんか、見返してやるぐらいのね、なんか、 気持ちで頑張っっててもらいたいいたなって個人的には思いますけど、ね、うんそうですねヘッドハンティングとかなにあったとかはないですかって言ったらてるんですけどお二人のコメント見る限りりんかこう長くプレーしたかったのでみたいなコメントだったんですよねっていうことはまあチームから言い渡されたっていう形だったのかなと、えーまあ、僕は認識してるんですけどもそうなんですよねうん そうですねはい、まあうーん町田は選手が抜けても抜けてもあんなチーム作れるって素晴らしい間違いないいやそうなんだよね例えば数年前にイゴールがね退団したりとかもそうだし、ね、イゴールですからねでもまあジオバンニが加入してってところとか、まあ、まあそれ以外にもそうですよねフィールドプレイヤーでも本当選手が抜けても途中加入の選手とかあとやっぱ下から上がってきた選手が ねえだって中村慎之介選手なんてこの終盤、本当活躍したしね、まあ、F リーグ初ゴールもそうですけど、それ以外でも、私、本当、今季の町田も誰、みんなね、どっかしらで全員活躍して、1人かけても、あのね、準優勝なかったんじゃないかっていう、本当、ほんと町田の育成、すごいですよね、改修寺さん、ね、すごいなと思いしびれる試合でしたね、両チームの応援、すごかった、本当に。 すごかったよ応援もうちょ、だってもう、僕、ウォーミングアップ開始両、さあ、この試合に臨む両チーム、名古屋オーシャンツ、ペスカドーラン、町田、両チームの選手たちがウォーミングアップに現れました、城内の皆様、ぜひ大きな大きな拍手でお出迎えくださいみたいなことを言っただけのもう拍手の音量とかも、もうめっちゃ興奮したもんね改めて、うわ俺、この試合の MC やんだなってちょっと思ったし、本当、責任重大だなっていう、はい、あ、ところもありましたし。 そうなんですよ、ねうん、両サポーターがコール始めたとき、近くにおそらくちびっこの保護者の方、すごいねと会話、あまだ選手も入る前に両サポーターがコール始めたときに、近くにいたおそらくちびっこチアの保護者の方が、すごいねと会話盛り上がったり、あ、すごい、それいいね、それいいっすね、チアの、ね、保護者の方だったら、きっとね、フットサル、別にそんなに興味があったわけじゃないのかもしれないけど、そういう人が、そういうふうに言ってくれるの嬉しいっすよね。うん、ね、そう。 いやでもじゃあそのままナチュラルに2日目のね、あれに行きたいと思いますけど、いやー、すごかったっすね、なかなか、まあ、まあ、このね、大分と立川、それから大阪と浦安、これも全部シックスポイントマッチだったんですけど、まあ2試合もね、その前の2試合も素晴らしかったですし、立川の新井雄生選手、見事逆転で得点をあ自身初の得点をね、いやこれも本当おめでとうございますっていう。まあ 大分の、ね、二部屋選手が最終節ちょっとね出場停止でそれは一ファンとしては残念ではありましたけどただ荒井雄生選手も F リーグ選抜の時かな僕初めてお話しさせていただいたのは、まあ、その後もね結構あの練習場行った時に話させていただいたりとかそういう機会も多い選手だったし、まあ、彼も本当いいやつなんでねだからなんかその荒井選手が得点は僕は個人的にもすごい嬉しいですねあと今季北海道ホームの北海道立川戦があった日に僕相模原の MC やってから家帰る時に えとね、小田急長山駅じゃなくてどこだっけ、えー、と町田じゃなくて、えー、とどっかの、ね、駅で会ったんですよ偶然そうあのだから新井選手も乗り換えだったのかなそうそうそう改札で会うっていうすごい偶然ですよね別々の場所に行ってたのに北海道と相模原でそれでその日の夜乗り換え中に鉢合わせるっていうお互いっていうのがあってね はい、縁があるなと思すけど僕ね本当新荒井選手見てと思うんですけど,、ね、つつすけどめっちゃ松井秀喜だなと思うんですよね突然野球ってなるかもしれないですけどいや本当あのシーズンの頭はどちらかというとスロースタートなんだけど中盤終盤ってなっていくにつれて調子がガンガン上がってくると、うん、でえー、っとなんだっけそうでねあのホームラン数も夏場から増えるじゃないですか松井秀喜さん なんだけど新井さん、本当そんな感じで、本当終盤と、あのレギュラーシーズンのラストと、あとポストシーズンね、松井秀喜さんもメジャーリーグでやってらっしゃって、プレーオフとか、あとワールドシリーズ、まあ、最後、対談する時もですよ、めちゃくちゃ打ちまくったじゃないですか。で、そのニューヨーカーがね、いや、秀喜、松井を契約更新しろって、もう,こう、なんかね、街で街中でいろんな人が訴える、ちょっと軽くデモみたいになるぐらい活躍したんですけど。 そうで同じ左利きとかねで点を取る選手これ結構かぶってんなってちょっと正直思うんですよねうんだからクラッチヒッターっていう言い方がありますよねそういう大事な試合で打つとか大事なところで決めるみたいなクラッチシューターゴーラーわかんないけどもうそういう感じありますよね ねえ本当いや嬉しかったな、でも、まあ、二宮さんも、ね、もちろん、ね、もうすごかったから、2人とも、ね、得点王に値したとは思いますけど、でもまあこれはもう、荒井優生選手、褒めるべきなのかなという感じをしましたね。そして、大阪浦安戦、まああのまあ、ここの試合はやっぱり僕は加藤龍馬選手と、ね、大島昭呂選手がラストだったとっいうところにやっぱり気持ちが結構乗りましたけど、2人ともね、まだ全然やれるんですけどね、まあ、大島選手言うまでもないですけど、まあ ハトリオン選手も全然あ,りますし、うん、あとまあ最後の名古屋町田戦かすごい試合だったやんほんとでもやっぱさどう思いました僕はやっぱ代表選手まあ本当やっぱ代表で経験地方富な選手はああいう試合でし決めてくるなとああ吉川智樹選手そして、えー、清水和也選手ねうんまあなんかいろんな要素があると思うんですけどゴールにもでも いやなんかまあねほらディフェンス面とかオフェンス面いろいろな組み合わせ、いろんなこの要素があるけどでも結果としてあの試合でやっぱスコアを動かすしかも、吉川さんって別にスコアラーではないじゃないですかただ、やっぱすごいなと思うのがシーズン終盤めちゃ取りましたよね、この,あのファイナルシーズンもね大阪戦もそうですよ、名古屋ラウンド1日目1対3のビハインドから2点目普段絶対あそこから左足振らない、これ先週も話した気がしますけどでも普段絶対振らない位置から左足振ってでもディフェンスに当たって決まる。 でこの前の最終節、町田戦、パラレルラで抜け出て、あの右足、インステップね、もうごらっそでしたね。いや僕の MC 席すぐ隣にシュライカ大阪の選手たちが試合を終えてご覧になってたんですけど、全員立ち上がっても、うわーとか言ってもう、みんなやばーみたいな。いや要は、同業者から見ても、それはやばいみたいな。それはやっぱ一番すごい証じゃないですか。ね、同じ F リーグでプレーしてる選手が、思わず立ち上がっちゃうぐらい。 そうもう磯村選手とかね真野選手とかもう,にもうこんな感じ「やばー!」って言ってて「それはやばい!」みたいなもう笑い止まんなくなっちゃっててあであとなんか同時にねそのサポーターの応援ねそれに対して名古屋のサポーターとも盛り上がるわーってなるけどもう間髪入れず町田のサポーターの皆さんもねペスカドーラコール入れてであの「さあ行けペスカドーラ」のあのちゃんと声量が。 一段と大きくなるんですよ。で、あれ見て大阪の選手たちがもうこうやって、こうやって後ろ見て、すげえな、まあやべえな、マジでみたいな感じになってて、ね、なんかね、目がキラキラしてるん,んですよ。僕、MC しながらこう横にね、いる選手たちの表情を見て。いやー、だからさ、なんかこう、現役の F リーガーすら、うわ、やべえな、すげえな、みたいな、ゾクゾクしてる感じが、もうね、表情にすごい出てて、まああの試合を語るにはもうなんかあの表情を見ればもうそこに全て答えはあるんじゃないかなと。 いいうくらいのね、うん、試合でしたよ、ね、まあ町田最後ねパワープレーから追いすがってうんそうなんかこうね、うん、野村啓介さんのゴールそして野村さんもう一個チャンスあってね惜しかったけどただまあでも、うん、どっちのチームのファンでもないのに嫉妬しました <laughs> あの盛り上がりにか。 コースグししすぎましたよね清水選手ののヘディングの飛び込みに鳥肌立ちをしていやーあれもね確かに確かにいやーあの左ポストぶつかったやつねだってあれぶつかるって分かっていってるからね <laughs> もうあの試合にかけるもうここですよね最後はすごいよねいやすげえもうすごいプレーたくさんありすぎて。 あ,あと第1ピエールドのさジオバンニのアンドレシートのシュートのはポスト跳ね返りを清水和也さんのシュートかな立ち上がって止めたやつとかさあれいかれてますよねしかも足痛めてるんでしょ意味がわからない本当にいや人間やめてたよみんなあそう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 で ですうん、選手があの試合を見れるのも良かったですよね。まあそうですね。なんかあれをね、他のチームの選手の皆さんも,もあれをモチベーションになると思うんですよね、実際。自分たちが来年はってなるじゃない、やっぱり。あるいはまず選手権でとかね。野村選手のバックヒールも最高でした、最高でしたね。最高だった、確かに。すごかったよな。うーん。うーん。はあ、シャキさん。 牧彦に7分だけじゃなくて7連覇は言って欲しかった。確かに <laughs> もう牧彦さん。そうで、牧彦さん、それさ多分さ試合に入りすぎてさ。7分とか7名とか言ってたじゃん。後から見直したんですけど。でも7連覇って一番肝心なとこ外してるっていうのは僕牧彦さん共演させていただいた中で、やっぱ演者力めっちゃ高い人なんでそこ基本外さない方なんですよ。 やっぱエンターテイナーだし。でその方が思わず試合に入りすぎてしまうぐらいすごい試合だった。ということなんじゃないかなとちょっと思いますけどね。シャキさん、オーシャンズサポーですが、アベも見ながら涙止まらない。いやー、あんな試合見せられたらね、サポ,どっちもうサポーターの方ももちろんそうですよね。うーん、そうですね。うん、そう、松井秀喜さんの話しながらキャップがどうじゃん確かに。 えロサンゼルス・ドジャース、そう、あニューヨーク・ヤンキース、あんま好きじゃなかったし、松井さんは応援してましたけど、ニューヨークだったらメッツの方が好きだった、メッツのキャップは持ってます、ね、大好きだった新庄さんがメッツに2001年からいたんでね。新井雄星は小学生の頃まで野球とフットボールの二刀流でした、そう,そう、そうらしいですよね。なんかの時にちょろっと聞いて、まあ、本当ね、左打ちだったんだろうね、やっぱ松井秀喜なんだよな。二部屋さん、残念、甘井田浩一さん、ありがとうございます。 ねえ、ニベアさん、あと1点だったからね、本当に。あ、バスケットか、クラッチシューターってあるんだ。へえ、あ、僕、バスケ全然分かんなくて、スラムダンクも一話もよ読んだことがなかったんですけど、洋子ちん教えていただいてありがとうございます。クラッチシューターってあるんだ。へえ、クラッチヒッターしか知らなかった。うーん、なるほどね、勉強になりました。今度、ぜひね、コメント、あの、中継でも使わせていただこうかな。 アベマの横江さんのコメントがジーンときた、ね、だって横江さんちょっと声涙声だったからね最後の方レオさんなんか中継中ああいう感じの声になるのそんなになかったし辻さんもみ,、まあ、みんな結構ちょっとそうだったかな北原さん以外 <laughs> 北,北原さんやっぱね名古屋オーシャンズ9連敗してるキャプテンは心が強いのででも後で打ち上げの時に聞いたらあれだってあの 吉川のインタビューしている時、正直な、かなり泣きそうだったっておっしゃってましたね。まあ。一緒にね、名古屋でプレーもされてるから、そりゃそうだよね。うん、試合の入りの演出も良かったですし、会場の雰囲気もものすごくて、もっと広い会場だったら、もっと良かったのにって、誰もがそうだね。もうね、今から駒を抑えてもらおう、来年の日程決めてもらって。F. リーグさん、ね、ぜひお願いします。そして、ね、まあ、野村選手のゴールから、まあ、ね、町田も。 何個かあったんで、でも結局最後ね、何が決めたかっていうとね、もう結局ここになっちゃうんだけど、やっぱね、磯貝ひなた選手のシュートを、篠田竜馬がダブル2位で左肩で止めた僕、あそこ、あれで決まったかなとは思ってますね。いや、あの場面であれを止めれるということですよ。それがやっぱ、名古屋オーシャンズで15年、あのクラブで篠田さんより長くプレーできた選手一人もいないんですよ。 ね、外国人選手だって相当な数字残してても契約満了になるようなクラブで15年プレーし続ける理由っていうのがあれと町田ラウンドの浦安戦かな終盤の1点差で勝った試合の終盤の1対1のストップいやっぱあそこに出てるやっぱあそこで止められるということですよねいつもうまいしいつも面が綺麗だし、まあ、そのブロック以外にもいくつもいくつも決定基礎士ありましたけど町田戦もねあとまあ正面付近のシュートも 安定したいつものセーブ、それから奥へのスロー、精度が高いことによって相手にクリアさせる、で、プレス回避、相手にパワープレーさせる時間を減らす、こういったところももちろん重要なんだけど、いやあの1本をね、止めたってすごい、本当に、まあ、僕、事前取材、まあ、会場でも話聞いてたし、事前の取材で1月の5日に名古屋ラウンド前日にも篠田さんに話聞きましたけど、まあ、本当にもう文字通りあり、もうこれでダメだったら、優勝できなかったら、もうすべてが終わってしまうので。 まあ、全てそこに立つしかないですからみたいなでもとにかくやれることやるだけですってただねあのプレッシャーすごいと思うんで要するにそれは何を意味してるかというともう優勝を逃したら契約満了だろうというねうんそうだからねっていう覚悟を持ってそこに立ってて確かね篠田さんのツイッターなんかに家族にもこの2ヶ月はすごくなんかつらい思いさせてしまったみたいな話をね だから書いてたと思うんですよだからあれだけねメンタルの篠田さんでもやっぱだからね多分ご家族の方も相当気をもんだと思うんですよね。うん本当優勝できなかったっていうのイコできなかったらイコールもうプロではいられなくなることを意味するしねそらく篠田さん名古屋オーシャンズ以外でプレーする気ないと思うから本当人生と家族の生活すべてかけて。 ほ他の選手もみんなそうだけど、でも特にね、あのクラブの選手と、そして特にキャプテンは、そんだけのもの背負って、あそこ立ってんすよね。うん、でも、まあ、そういう背景とか、もういろいろもう、篠田さん、何年も、もう10年近くね、話、聞かせていただいてる流れがある中でのあのワンプレだったんで、いやー、すごいなと。うん、実況だったらちょっと喋れなくなっちゃったかもしれないですね。放送席のね、実況、安倍もの実況席の目の前だったし。 確かに五輪が両チームとも神でした。そうなのよ。もうちょっと点入るのよ。のこの前の試合。普通だったら。はい。そうなんですよね。吉川選手のインタビュー、素敵すぎたから、涙をこらえながら話ね。吉川さんがあんなに涙をこらえながらってのも珍しいしね。うん、名古屋の選手があんなに泣いてる、それがこのシーズンは苦しかった。ね、横江さん、井る。そうそうそう、ほんそう。ね、優勝が決まった瞬間ね。勝ってあんなに。 喜びを爆発させる名古屋オーシャンズ僕は本当初めて見ましたね、うん。あの、なんだ、えっと、うん、横江さんもね、言ってたことですけど、そうなんですよね。そう、あとね、Twitter、ま、はあ、今日はほとんどね、あれできてないんですけど、福田屋のフットサルレディアのハッシュタグでね、いただいたコメントも一部、拾わせていただきたいと思います。 あゆみさんあゆみさんね得点後エンブレムに手を当て走り出す吉川さん試合後エンブレムを握り雄たけびを上げる篠田さん野村さんの反撃ののろに沸く町だ MVP 表彰笑顔で終え甲斐監督のもとで泣くオ4番にああ写真付きでね頂い,いてますけどねそうねこのねあゆみさんのツイッターのひらがなであゆみさんなんですけどこの写真にね この試合のほとんどが詰まってるような気がするな。うーん、ね、いや、あゆみさんありがとうございます。そして、ヨーコッチさん、引退をされる高橋雄大選手と F リー先発のチームメートの田渕ラファ選手が泣きながら抱き合ってたのが胸に響きました。試合後ね、素晴らしい写真とともに送っていただいてますけどありがとうございます。いや、本当に。いやーね、ね本当もうその、この試合だけでね、いろいろ語れるけども、うん、本当ね。 うんまあ向こう何年もというかずっとね残る試合ですよね本当にねうんちょっとごめんなさいね、はい、いやーそうなのよねコメント頂い,いて「アンドレシートがサ,サポセキあおったのかっこよかった」これもあったよねこれもあった確かに何回もねアンドレシートもすごかったな やっぱ気持ちの入り方がねだってさダルランとかにしたってそうだけどねブラジルでも優勝経験あるスペインでも優勝経験あるであのプレーオフも戦っておらそういうギリギリの試合をさだってインテルとかでやってるわけですよ世界最高のクラブレアル・マドリード、ねでまあ、レアル・マドリーと立ち並ぶクラブですけどサッカフットサル界でいうね、うん、そうでもそこでねそういう経験した選手ですらあんなに。 喜びを爆発させるわけでうーんねえ本当にねえなんかこう順位決定リーグを経て名古屋の選手もサポーターもどこの比べるより諦めがあるよねそうねはいですよ本当ににや本当にね2位にかそう最後ねそう勝利ねいやーすごかった こ、うん、の時間にピンポン。この時間にピンポン。ねえ結構、言ったらえいや、えー、<laughs> いやいやいや。ええちょっと。こんちいや、こんばんは。いや、すいません。なんか、え、え、ほんにあいや、ラジオね、ありがとうございます。はい、いや、ちょっとこれ、ょちょっと、これはやばい。ちょっと待って、少々で。 ちょっと僕もちょっと今まとめに入ろうかなと思いながらちょっとコメントを見ていたところだったんですけどもいやちょっと待っておっと誰か来たようだそういや実はね実はこれまあ仕込みというかお願いをちょっとしていたんですよあのある方にゲストでちょっと今日出てもらえませんかっていう話をしていてで今スタッフの子がさっきからそこはなんか,かあの。 カチャカチャスマホ叩きながらあのやってなんかいろいろしてたんでなんだろうと思って見てたんですけどちょっとじゃあゲストの方を呼び呼び込みたいと思いますお忙しい中仕事後に駆けつけてくださいました、えー、アベマエフリーグ中継プロデューサーの藤崎さんですどうも。こんにちはマジかあれやねんこのおっさんだったんですけどマジどうこんにちはいやいやこれはすごいいやあのね、はい、いやいやこれはすごいやばい映ってる。はい いや藤崎さんよいやよろろししししくくおお願願いいまますす違う,違うあの、ね、違うよ、これね、これ違うんですよ、はい、違うんですよじゃなくてうううどうう説明しないと皆さんに、実はきょう、ABEBA の、ね、この前の最後、中継があって3試合目終わった後に藤崎さんのお名前を出させてもらったんで、出たときに F リーグ中継を、ね、一緒に作ってくださってる方がみたいな話をして。うんうん でしたらコメントでもね藤崎さんありがとうございますみたいないっぱい来てたんですよ。なるほどっていう中で、まあ、前から何度かねアベマのその中の人が本当に F リーグめっちゃ盛り上げてくれてって話散々してたじゃないですか。だからちょっと今日 出ていただけたりしませんかねというので、まあ、辻さんが出てるのとかもご存知だったんでねお話しさせていただいてただ今日ちょっと、うん、まあお仕事が今日すごく忙しいので,で, <laughs> で,でちょっと多分時間的にお無理なんじゃないかみたいな、うん、はい,、はい、終わらいや多分終わらないと思うからこう、うん、無理そうですって話をしていて、うんはい、でも僕らの,この事務所の。 オフィスには何度か来ていただいたことあったんですけど、またまたまですけどこれあの近いんですよねすごくね近いんですよアベマのそのスタジオいつもエフリーグ中継とかやってると本当歩いて5分かかんないぐらいのところなんですけどもしたらそれでやり取りしてたのね今さっきいやななんだろうなと思ってなんかちょこっちちらちら見てるからなんだろうなと思ってそういうことねそうですいや大来れたんですねありがとうございますいやいやこちらこそいやすいません本当いや。 えすごい湧いてる。ええー、とか、a b 神。本当ですか <laughs> みんなの生の感謝の声届けという、神様って、<laughs> 神様。神様じゃないです噂の藤崎さん。え、これすげえ、なんかあれ、はい、電波少年とかみたいですね。土屋 D みたいな、なんかその、すごい。はい、ねファイナルシーズン、現地中継の達影役者ですよね。そうです。はい、そうなんですよ。 F さんだってよ。そう。あ,あ、F さんです。そう、はい、F さんとか F 崎さんと最終、はい、最終回ついに僕は藤崎さんっていう名前をもろ出しにするっていうね。はい。はい、あ。F リーグ中継の秋元康的なことそういうことですね。<laughs> このシーズン、こ <laughs> シーズンもありがとうございました。来週もお願いします。それから本当に本当にいつもありがとうございます。感謝の気持ちしかない,い,い。いやいやいや。しかも今日朝から晩までこの時間までお仕事した後に来ていただくという。はい、いやいやいや。 俺じゃあやりとりしてたんだけど、あれね、俺には言わなかったわけね。そういうことね。なんかバタついてるからまた配信が僕なんか止まったのかなと思って、うん、<laughs> ついに YouTube も止まったのかなと思って。いや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 ,いやどうも。 いや、お知らにかすいません。でも嬉しいですというふうにいただいてます。いや、ありがとうございます。本当に。いや、こちらこそありがとうございました。いや、本当、ま、ひとまずまだ入れ替え戦もね、F リーグ中継2試合ありますけど、ひとまず、あの、レギュラーシーズンとファイナルシーズンお疲れ様でした。いや、ありがとうございました。いや、そして本当にありがとうございました。いや、こちらこそ。お世話になりました。いや、もう福田さんの素晴らしいね、解説の実況の、もう、素晴らしい。あれ、もう。 めっっちゃ盛り上がたんでいないでやそんなそんなだってさ今季あれじゃないですか全試合中継じゃなくなった中でファイナルシーズンの中継っていうのは開幕して時点では決まってなかったじゃないですかそもそもねだからあるいはやるとしても格設だから首位通過したチームだけとかなるのかこれ当たり前ですけど試合中継数が増えれば増えるほど予算がかかりますででそうすよね。いう中で でなんと上位リーグ全試合中継これは正直かなりまず驚いたんですよ、ねうんはい、マジでかと。とうかその前にまずレギュラーシーズンから現地中継あれ3回やってもらいました<ー>町が<田>、ね、小田原で名古屋か春日井ね、はい、あの室田祭りのという、はいはい、いやであれだって最初全然現地中継なんて1個も決まってなかったじゃないですか。うん、なかったですね、はい あれそもそもなんでやってくれたんですか。あれはもうせっかくなんでちょっともちろんあの会場にね見に来てる方は絶対わかると思うんですけど、やっぱ会場に来るとめちゃくちゃ面白いんですよね。それがやっぱどうしてもやっぱスタジオでやるとなかなかねあの実況とかこういう圧が得られないじゃないですか。そうですね。だからやっぱりねあの福田さん含め皆さんまあ演者さんの人が。 まあ盛り上がれるようにということで、はい、なんとかまあ現地でやれないかっていう話を調整して、うん、まあチームの人もじゃあうちならできます、うん、できます、うん、みたいな最初町田でねいやそうですよね,ねえいやあのキッチンカー来てね <laughs> あそう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 えちょっと聞きましたけど、はい、あれですよね,すよね、はい、なんだっけあのやっぱ こっちの問題に予算的にはこれあれ通常スタジオから我々だ映像送ってもらって喋るのに比べて町田ラウンド東京でやっても倍ぐらいかかるんですかそうですね倍ぐらいかかりますいやらしい話もかしゅうですねいや,いやでもそうですよねいやほらそこは正直さで、ね、やっぱ いや何て言うんですかだってほらそれをねじゃ,じゃあそれをじゃ別にスタジオで中継でも別に、うん、まあいいわけじゃないですかある意味、はいうん、それをだから藤崎さんの立場で通すには当然この臨義、まあ、書,書書くなりなんかこの会議に持っていくなりするフェーズも当然ですけど普通の企業だからあるわけですよね。 はい、それ相当戦わないといけない,いやそうなんですよね <laughs> ですよねいやでもそれ以上にやっぱ現地の方が盛り上がりますよっていうことははいはいプレゼンをしていただいて、はい、でプラスはやっぱりね、うん、キッチンカーのものを食べたりして、うん、やっぱこういうものがあるからやっぱ現地楽しいなみたいな、うん、はい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 でしたんですよねああなるほどね その僕もいろいろと何年かやらせていただいて、うんまあ、そういうやっぱ現地すごい楽しいなってこと分かってたんで実はそのあフットサルのこのうちの番組だけ若干ガヤの音があ上げてあるんですよね他のチャンネルはそんなに上がってないんですよ、はい、でもうちだけ1.5倍ぐらいちょっとガヤの音上げてるんですよいわゆる会場の音だけを。それで臨場感を出してるんですよ。うん、でちょっとうるさいいかもしれないんですけど、うんうん いかにその現地のまあ声援とかが盛り上がるかっていうのをまあやりながらやっぱみんな面白いから現地来てねみたいな感じはやってたんですけどまあ結果皆様のご好評で結構ね町田なと思も湘南もそう名古屋もそうでしたしあれやっぱ数字とそのコメントの反応とかが良かったからじゃあもう一回やってみましょうみたいな感じになった後に 他チームどうですかみたいな話したらうちもやりたいみたいな感じもあったんで確かに湘南とかもそうだけど各クラブの皆さんすごい協力的にねやってくださってそうっすねあれ非常に良かったですね面白かったです普通にうんなるほどねそうかじゃあ町田湘南小田原アリーナ行きましたとはいで春日井もやりまして春日井が2回目かいや三3回目かあれ 回目だよねであの時に僕すごいあれだった印象的だったの藤崎さん現地名古屋ねさすがいらっしゃってたじゃないですか他のアベマのスタッフさんと一緒にで終わった後に「いや今日マジで面白かったね」めっちゃ言って「いや今日すっげえ面白かった」とか言ってすごい試合だったやばかったねみたいな感じで。 面白かったんですよ。やっぱりね。あ、そうですね。あの去年でしたっけ、あの。海外勢の戦う試合があったじゃないですか。名古屋の。海外勢。名古屋。親善試合かなんかあり、ありませんでしたっけ。あの時僕名古屋行ったんですよね。親善試合。トヨタのとこでしたっけ。あ、代表戦。代表戦。なんかそう、僕見に行った時にも、めっちゃ盛り上がってて。アルトゥールとかいた時ですね。アルトゥールがいた時。うん。すごい良かったんです。よ、それ見て。 めっちゃ面白いと思って、うん、やっぱり現地はやっぱ最高だなと思って。うん、なるほどなるほど、うん、そうかそれで、でまあ去年ね,去年ねプレーオフとかもやっぱりあって。 だからポスターもね、あのうん、現地と安倍までって書いてた気がするんですけど、うん、それもやりながら、うん、はいはいはい、そうですね、ポスターも変わります、まあ、いろんなそういった予算も含めて、ね、や作るものが増えればお金かかるんですけど、お金の話ばっかりしてはあれですけど、実際問題、そこは無視して通れない、学祭じゃないからさ、予算をどこか引っ張ってくるみたいな <laughs> 話が当然あるわけじゃないですか。そううっっすねててい中でだって 聞いたちょっと小耳挟むで春日井とかあと名古屋ラウンドプレーフファイナルシーズンあっちは何か倍どころじゃねえっていうそうっすね4倍ぐらいかかるみたいな通常そうっすね結構あっ水ちょっと出してもらったんでよかったああそうかあっこれですこれああの人が先輩ブラジルはいはいピートとか来た時だははいいなるほどそうかだからいやそっか でそうですよねめっちゃ予算かかるっていう話を聞いてファイナルシーズンに関しては、まあ、町田ラウンドスタジオからでしたけど、えー、あそこで僕最後実況してる時にあのなんかファイナルシーズン名古屋住みた全,全部現地中継だっていうのがこう入ってきてで僕本当に全くそれ知らなくて、はい、もしかしたら名古屋の最後だけ優勝決まる可能性がそこだけ現地になるかもみたいな話を小耳に挟んんですけど1月6から8って書いてあってこれ間違いじゃないのっていう話。はいはいはい いやすごいっすね、よく。いやあれはね、正直きつかった。まあ、あんまりね、ちょっとやっぱ勝敗を考えるわけですよ、どこで優勝できるか決まるか。で、前回の町田の時って、名古屋町田戦ってすごい盛り上がったじゃないですか、すごい人も入ったし。 まあ計算していくじゃなでですか12月のまあ2とか10とかあったじゃないですかその時にあれちょっと待てよみたいなこのままいくとこれ202222324のファイナルシーズンになった時にこれやばくないかみたいななってでまあ最初222324を現地実況にしようみたいな話を俺考えてたんですよそしたらまあちょっとスタッフの都合もあって ないのもあったから渋谷でやってたんですけど22324の段階であれみたいなこれちょっと待てよみたいなこのままやると現地で全部やらないと勝敗が分かんなくなるぞみたいな最初だから1月8とか14とかだけにしようと思ったんですけどこれもしかしたらいろんなパターンができたうですに 大阪が三一でリードして残り数分でなった時に、本当にもうあの日あそこで決まりかけましたからね。そうですね。はい、実際問題。で、あれでやったらで僕中継中実況してて途中で入ってきましたから、はい、この後の表彰式の段取りみたいなのはスーッと入ってきて、あの緊急ニュース速報みたいな。はいはいはい、はい、え、これマジか今日これ決まんのかってなりましたからね、うん、実際ね。そうなんですよね。うん、それですごい悩んで、であれば、うん、まあ。 視聴者の方もそうですし現地に行かれる方もそうですけど全部やったがまがいいだろうってなってもうそこからずっと風呂に入りながらずっと計算してて iPhone 持って計算機でう叩いて風呂に入りながらこの金額で現地行けるかなみたいなで電話して制作会社とこれで行けますかね見積もりを行こうみたいな になってまあ放送したの結果でもめちゃくちゃ良かったです。いややって良かった。良かったし今ねコメントももうめっちゃ来てますけど。そう本当に持ってたいますよねうちもねなんかそのそのいいとこいいとこで。うんそうですねありましたしどうしたら安倍マにお金入る馬娘で始めたらいいって来てるんですけど。 とりあえずプレミアム登録していただいてまだ入れ替え戦ありますからそこに試合ねぜひフルタイムでやっぱあれですよね生視聴が一番いいっていう以前もね中継でも話したしリアルタイム視聴っていうのが一番数字として指標になる評価になるっていうことですよねもう見ていただくのが一番そうですよねたくさん見ていただいたと思いますしこれね多分今日見てくださってる方は多分本当に安倍もいつも見てくださってる皆さんだとは思うんですけど改めて入れ替え戦もぜひね 見ていただきたいなといいうね、うん、いや本当ですよだから僕一番本当に今までやって3つ一番しびれたことがあって 1>,、はい、まあ1個目はまず最終の今回の、うんはい、名古屋町田戦で2つ目はそのワールドカップで稲葉さんが現地から生中継してくれた3つ目は岡村平の歌が一番良かったもう感動しちゃってる <laughs> ザ・ロック岡村平ですよジョイハハ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 はい。今入ってますからね体そうですよはいめっちゃいい歌じゃんいやありがとうございますその3つ目それでいいんかっていうやいやもうはいその話が出てくると思わなかったんでしょう練習しましたもんずっとそう藤崎さんあれやりますもんねだからピアノやってたんですよねだからピアノみたいな形したギターのやつあるじゃないですかんていうのあっそう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  はい、あれでだって僕ど映像送られてきました。<laughs> そ,うそうそうそう。じゃ,じゃんじゃんせっせじゃん岡村雄平っていう歌って弾いてるんですよ。<笑><笑>あの岡村雄平の歌をだから20202021シーズン初めて披露した後ぐらい。はい。もう岡村雄平の歌を知らない人もいるかもしれないけどもう三年ぐらい経ってますからね。あそうか。はい、そうですね。でそれでなんかあのハーフタイムででしかもあの時確か。 初めて披露した墨田湘南さん僕一応 MC 会場 MC やるんだけど、はい、確かコロナ禍でまだねお客さんを入れてなかったんじゃないかなあそうかもしれないそうだから無観客で、うん、皆さんアベまでだからサポーターの方も全員見てて、うんうん、でなんかこう「ハーフタイムなんか福田さんできませんかね?」っていう話をそうだったんです、ね、そう風雅のスタッフの人に言われて。 したら岡村浩平隅田で、まあ、僕昔から知ってて、はい、で下積み時代彼の下積み時代よく対戦したんで,、ええ、でかつ元湘南だから、はい、湘南サポートの人にも岡村航平の歌だったら楽しんでもらえると思って <laughs> いやこれしかねえって言って10日ぐらいで作ったんですよねでふわで10日っていうかまあ曲2日ぐらいで,で曲自体はできてで細かいとこ修正してあとテレビサイズで尺があるから <laughs> そうですね。そう だから2番もあったけど、はい、これ1番だけで,、はい、でサビ繰り返しにしてもう大サビみたいにしちゃうみたいな感じで,でやってですね。はい いや僕『ミュージックステーション』で大学生の時にスタッフやってたんですけど「はい、M ステ」ですらバンドとか弾き語り系は尺が読めないから結構危ないっていうだからそのバンドとかに当て振りが多いのはそれなんですよね、えーえー、そう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 だからその演奏音流しながらみたいな。な何にもかかわらずど素人の僕が人前でね「最高でしたよ」。もうう本当これ大丈夫かなっていう あれなんか最後もっといい感じにしようって言って稲葉さんがずっとこうやってやりながら聴いてるラストの時があると思うんですけどあ,あの時が確かカメラマンがガチなライブやってるカメラマンでめちゃくちゃうまかったんですよ。あ岡村航平これそうまずね岡村航平の歌っていうのがあってあのあ歌いましたってカラオケで歌ってくれた人はほかにもいますね。うん ありがとうございますでその岡村光一さんの歌を披露したら藤崎さんがだから僕は現地にいてスタジオにいた藤崎さんがめっちゃええやんけみたいな感じになってであのー、なんえっ、ー、とその翌週のあの,あの時ね週一で「a m e m a f l e a g u e d i g っていう稲葉さんの番組やって、えー、あそ,うそ,うそ,うでそこでも福田さんやりましょう一曲で感じになったんですよね。そう,そう,そう,そう で僕そこから翌週の,そのダイジェストの収録っていうのは全部の試合が終わった後に大体日曜日の夜にやるんですけど、うん、そこまでにだから僕稲葉さんの曲を作るああそうだそうだ<せ>そうだそうだそうだそた<わ>稲そうそうだうあった<う>あったそれだそれだ稲葉うわっていうコーナーがあった、ねそれそれうんでそれになぞられて「今日もまた稲葉うわ」っていう、うん、稲葉さんの半生を歌った歌をこれまた1週間で駆け上げて、はい、だから僕あの時あの2週間だけは本当にね1ミリだけ 小室とかかかの気持ちりま俺がけていいですよ楽しんでやってたんですけどのグレーの拓郎さんとかが毎週のようにニューシングル出してた時代があったと思うんですけどこれ1週間に1曲作ってたらこういう感じん。絶対そんなわけないんですけどで作っていって披露したのがあったんですよねで後から聞いたんですけど藤崎さんちょっとあれなんか上の人にさすがに怒られためっちゃ怒られたおいいいかげにしろって言われたすげえ怒られた。 それは、そう。だ何でしたっけ、フットサルと関係なさすぎるみたいな。そうそうそう、エンディングに使わせてくださいったら、めっちゃ怒られました。あんまり、あんまりね、怖い、遠いけど、もう、まあ、時効みたいなもん。なそうです。めちゃめちゃ怒られた。番組のエンディングにしようとしたんですか。そう。いや、歌が良すぎて。マジで面白い。はい。マジっすか。はい。そうなんです。え番組、F リーグ中継のエンディングにしようとしたんです。かえ、そうなんですよ。 関係ないだろうみたいなね <laughs> しかもど素人が作ったよくわかんない <laughs> そいやいややこのやっぱすごいっすねやっぱりいやでもそれぐらい感動したんです、ね、やっぱり <laughs> ありがとうめっちゃいい歌だったんで、はい、いいなみたいなはい、はい、いやーそれほんとっすかうんそうそうそう,そうすごい自信になりますね僕まあ歌手じゃないんでその自信を発揮する場所じゃないんですけど <laughs> でもいやでもそれさ、うん すごいですねそれエンディングなってたらなってたらもう,もういよいよ意味わかんなくいからもう印税がっぽりと生活かくやつってもしかしたらねそんなことはないでしょうけどやっぱこれねでも皆さんこれわかると思うんですこれやっぱすごいですよアベマの方々のその企画力とかなんかこうこれ面白いじゃんもうやっちゃおうぜみたいな先にもやるだから現地中継熱いやんじゃあやろうぜみたいな話ですもんねそうっすよね<ー>いや現地中継もそうでしたあの牧彦さんとのコラボ自体もねはい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 ,いや やっぱ牧彦さん出てもらって、うん、まああれは YouTube にねすごい残ってるんで見てもらいたいんですけど、うん、まあ非常に盛り上がったんですけどまあ今回最後の試合に牧さん来てくれたんですけど、はい、あの牧彦さんが当時にいたチームの人たちはほぼ違うとこに行ってるのでなかなかね清水和也さんとかも隅田じゃないので<ー>なかなかそこも難しかったけど<ー>、うん、非常にあれもいい番組だったんで、うん、確かにそうですね。僕もは確かにあの さんと一緒に行きましたけどもね清水選手のシュートを受けたりとかしてまだそうですよねそうそう牧彦さんの YouTube にまだ残っててあ全然残ってます清水和也さんのシュートを全身で浴びる私のお悩みさんも見ていただけるんですけど牧彦さんもでも岸君から決めるっていう確かに確かにそうですごい盛り上がったいやでもね槙彦さん本当ねああいう形で自身のチャンネルでもそうだし今回もねだってあれ3試合だったんでね長丁場だったので全然疲れの色一つ見せずね 来ていただいて。いや、ありがたいです。本当に。いや、ほん。なんかいろいろね、みんな書いてますけどね、ありがとうございます。ね、そう、いただいてます。藤崎 P の行動力。いやいや、この藤崎 P ーのこう。あ、これで言うんであれば、僕、あの。名前は言えないんですけど、あの。アプリが出たじゃないですか。きょ、あの、去年ぐらいかな、そのフットサルのアプリがあったんですよね。はい、多分、まあ、コメントで出るかもしれないですけど。はい、はい、はい。あれ。 とまあコラボするってことで、まあ僕アプリ始めたんすああ、あれかえっとあん名前は言わないと思うんですけどあんま名前は言わないと思うんですけど何だっけえっとなんだっけな普通に出てこないわで、あったあったあったはいありましたそれ僕あの毎日やってたら一位になっちゃったんです2位で面白いやずっとやってていやめっちゃ面白いじゃんこのゲームとアプリと思ってずっとやってたら

あのね、アニメがあって、はい、すると確かに連動のアプリでゲームに全国1位だったんですかそうなんですよ1位になっちゃってこれどうしようと思って <laughs> 面白すぎる、はい、そんな面白い話なんで今まだ残ってますよ何僕のスマホにまだ起動はしないですけど残ってますよ <laughs> いや面白い面白すぎる <laughs> 伝説だ 本当ですか払いたいんすけど、まして。意味が分かんない。まあでもいろいろやっていただきました。あ、面白かったです。面白かったです。あと、なんだっけあの、なんとかラッシュっていう。あ、なんだ、ゴールラッシュ。はい。渋谷のハンバーグ屋みたいな名前のね。ゴールラッシュね。ゴールデラッシュ。皆さん、どうでしたかね、ゴールラッシュって。いや、あれもね。よかったんじゃないの藤崎さんは何者なんだっていうあの、えっと、だから、えっと、P です、P。番組のね。あ、そうっす。はい。 ガチ勢を抜いて1位になっちゃう。<laughs> F 先っていいじゃん。<laughs> いや、そうなんですよ。めっちゃ楽しかったんですよ。いや、めっちゃ、めっちゃ楽しいです、こっちも今話一度当たりましたって書いてますよ。ゴールラッシュ。えー、ありがたい。参加していただいてね、あれ、本当皆さんが参加してくださって、あれ、盛り上がりましたよね、企画自体。いや、盛り上がった。でもなんか俺、サブでずっと10点ってことでドキドキしました。どうしようとね。10点かよって言って。ちゃちゃちゃに言って超えるとね。あれみたいな。10点ってって。マジかみたいな。そうっすよね。どうしようみたいな。だって、めっちゃ試算したって聞きましたよ。だから、あの去年、前のシーズンの。 試合のスコアとか見て大体一試合平均何点入るみたいうそう。なのでそれとほぼほぼちょっとそれより上振れしたとしてもだからいくらまで予算がってこれまだ同じですよ皆さんの仕事と一緒で上に予算通さなきゃいけないじゃない企画をやるには大体これぐらいかかる見込みだっていうのは当然始める前にねあげなきゃいけないですもんね。そうなんでですよあれだかからしも初回の時点セカンドステージ にまで締め切りを持っっててきたい俺の中であ合ってたのかどうか微妙であ,<ー>あれって要はファーストステージまで第二ピリオドまでが入れなくていいじゃないですかそうですねだから第1ピリオド見てからスコアを入れられるそうなんですよねだからセカンドの瞬間のみんなの入れ方もすごかったし、うん、<laughs> 懐かしいな実況しながらはい第2ピリオド今キックオフです え、そして、今、ただいま持ちまして、うん、ゴールラッシュの投票を締め切らせていただきます。<laughs> 本日もご参加ありがとうございました。うね、もうなんか口が覚えてますもんね。そうすよね。うん、いや、来<れ>週ドキドキですよ。いい企画だった。しかもあれ、本当に、誰も傷つけないし、誰も損しないっていう。ね、俺のハート以外やられてくるんですよ。<laughs> うわ今日,今日点数入りすぎじゃないかみたいな。<laughs> そんな感じです。やばいやばい、打ち合いになってるみたいな。<laughs> どうしよう、どうしようみたいな。 私もゴールデラッシュ一度当たりました子供のサルシュ買うのに使わせてこの方は僕覚えてますめちゃくちゃこの方なんかすごいありがとうリクエスト中継ありましたねリクエスト中継と賛否両論ですよありましたけど実況的にはすごい難しかったですよねそうっすよ六本木の金庫とかなんかで俺ポスター作りに行ったんですよもうこれリクエスト中継後ろ旗必要だろっつってはい中作って金庫ですかそうですよ このパネルいつまでかできますか後ろにあったそういえば懐かしい。いやそうなんですあれ一人持ってきてね懐かしいっすわ。ああ。ああ。そうですね。面白いこれラッシュは子供と毎回やったワクワクじゃ。でも面白いっしねやっぱあれでね試合予想真剣より真剣に予想するようになるから。はいはい結構なんかあれ本当にねあれだったと思うんですけど尾崎さん七回的中したけど一度も当たらなかったもうこの運が悪いっすねんとね。 なるほどねゴールでラッシュ確かに最後の方ねみんなの予想の精度も上がってきてそ、うん、そううねね的中者めめっっちちゃゃいいたたんですよ最初の頃はさ12名だったし、うん、1>, 1回目なんか確か誰も当てなくていきなり初っ端なでいきなりキャリーオーバーになっうっていうね激アツ展開だったのが途中からキャリーオーバーのキャノジーも出なくなったじゃないですか見る人の目がクオリティが上がっちゃってるっていう。 いやそうなんですよ。うん、なんかあなんだろうなんか明後日の点数入れ始めますみたいな五対ゼロとか誰も当たらないような逆逆逆逆みたいな。そうですよね、うん。いやそれはありましたね。<laughs> めっちゃね。いやこれじゃ、うん、チャットチャット欄めちゃ盛り上がってるやないか。そうですか。あ最高額当たったってすごい。ああはい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 うん、うん、すごいですねこの方。私はゴールデラッシュやるためにツイッター始め <laughs> ゴールデラッシュやるためにツイッター始めたのに当たらなかったか尾崎さん。 すいいませんんん今度なんか僕いつも尾崎さんあのイベント来てくださるといつもねカステラとかお菓子とか持ってきてくれるのす,、ね、すごいまめな方で今度逆に僕なんか,をなんか渡さないとそて当たらなかった中でねいや会場でラッシュやったらすごそう確かに、うん、もう阿炎教官1点ずつね、うん、ゴールでラッシュ当たらなかったけど第二ピロード以降の展開を予想する癖がついてより楽しくなりましたそうやっぱねこれそう試合を見る目自体がすごい多分ね皆さん 一気に上がった可能性が高いからありがたいですプラスにしかなってないってい藤崎さんのハートだけがそうボロボロにやられるんです <laughs> 2>, <laughs> 2対2ぐらいで終わってくれないかなみたいな1対2で終わってくれないみたいないや,対か、ね、いやマジで面白い,いあとやっぱドキドキするのがやっぱ10点超える点数が入れられないんですよはいはいはい、はい、あれがそうですよね9対2の時まあマジでドキドキしいますか、ね、ら<ー>10点ちゃんとなみたいなそうかお遠征用モバイルバッテリーとヘッドフォン新調しました

すごっ、うん、そうなんだアベまれ流れる曲みんなかっこいいですよねとかみんな大好きなのに誰も知らない曲笑いそうそう確かにいつもの曲の真相が高いああそうですね <laughs> これこれやばいなちょっと今日神回になってるんですけどそんなことないそんなことない神回だよこれなんですかいやいや僕中毒性があるとかねあの曲好きはい。あーオルガンのところああ確かにあって てんてんって静かになったりするんでね結構凝ってんすよね<ー><で>確かに確かにでそれでツッツッツッ,ツッ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 ってきたりとかあとあ僕あのギターソロ結構好きであれ結構普通になんかあの何、ー、だろうなひさしとかに弾いてもらいたいあ確かに <laughs> あの曲3回実は変わってんすよねあの実は皆さん知らないと思うんですけど1回目送ったら <laughs> なんかその音声さんが、うん、これだと音がしょぼいから、はい 変えてくれって言う。それで僕、高音質に変えな、変えて。ええそしたら、すごい容量がでかすぎて。はい、で、3回目でやっと落ち着いたってあ、だから3回変わってるんですよ、実は曲が。バージョンがバージョンが。ンがうわ、すげえなんかすげえ興奮するんですけど。で <laughs> <laughs> なんかそんなの僕も知らないですもん。そうなんだ。あ,あいつ実は3代目なんですね。あれ3代目。松屋だったら30代ですけど、3代目ですよ、本当 本当にそんな J ソウルブラザー、ね、JSOULBROTHERS の、いや、そうなんですよ。いや、そう、あいつ三代目、いや、これ、三代目なんですよ。盛り上がるでしょ、こんなの。意味が分かんない。裏話中の裏話。<laughs> いや、そう。こんなの、F 咲 P しか知らないですよ、だって。いやいやいやめちゃくちゃ言われたんですよ、音声説に。こんな音ダメだろうって言われてす。えぇ、ー、しませんっつって。 今日めっちゃ楽しい。自分でこう切ってやってますよ。こうやってああ。え、自分でですかなんか料理を軽くしたりとか。そう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 。コン室にしたりとか。え、プロデューサーそんなことまで自分でやるんですかいや。もう急ぎだからもうあれやってみたいな感じ。そうっすね。えもう。何でもやりますよ。結局藤崎 P。何でもやりますよ。やばい、神回めちゃくちゃ本当い。ですか。何でもやりますよ。これ、すごいんだが。 めっちゃ面白いっすよね。本当ですか。いや多分いやこんな盛り上がったこと多分ないんじゃないかぐらい。ありがたいです。はい。いやいやいやチャット追い追いきれないぐらいですもん。いつも全部拾ってるんですけど。ありがとうございます。はい。いやすげえ。それ僕も今初めて聞いたんで僕も興奮しました。本当ですか。新幹線乗り損れたって書いてますけど大丈夫ですか。大丈夫か。大丈なのか。紙幣聞いててトークショー行きます。トークショー行きます。 ちょっと待てなっていやいやいやちょっと待っていやだ,だから藤崎さんと飲める会みたいな、はい、いやそんなことないからいや,いや,いや,いやえこれやるこれいや神回確定だよそれこそそれまあもちろんね言える話言えない話出てきちゃうと思いますけどでもまあ別にオフチューブでやれば、はい、別にねいやすげえだってもう異常な波が来てるでマジっすか <laughs> 波のように。ありがたいですね。はい。いつもの曲の話が聞けると思わなかった、そうだよね。<laughs> いや、いろいろあるんですよ。やっぱりね。いやそうっすよね。<う>まあ、いろいろあるんでしょう、ね。黒、黒、おいや、だから、その、うん、いや、ほら、制作側じゃなきゃ、分かんない話がたくさんだから。うん、容量が多すぎると、だから、その動作が悪いとか。うん、なんか、いろいろ、そういう、なんか、放送全体の中でのとか。そうすると、問題が起きちゃうみたい、なあるわけですよね。<laughs> <ー>あの、全。 三年前ぐらいでしたけど、僕全会場に全試合生放送がなんかあったじゃないですか。あ、まあ全試合生放送決まったときに全会場に行ったんですよね。いやなかなかね、すごい大変だったなと思って。俺目ま中四別だったかな。北海道の。しかも札幌じゃなく中四別。そう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 。北がさりなとかね、まあ別に持ち行きましたけど、中四別のなんか体育館かなんかがあって、僕たまたまち 千歳新千歳の空港の隣の駅でホテル泊まってたんですよ朝ここにまあ機長さん機長さんが一緒にご飯食べててで俺も食べてるじゃないですかでそのまま僕朝食べて新千歳空港行ったら「のまん別中標津空港行きの飛行機が遅れてる」って言うんですよへえと思ったらその機長が俺と一緒に来てその飛行機に乗ってくんですよそいつがただ単純に。飯を一緒に食ってたから その出発が遅れてるだけでこの人何やってんだろうと思ってそんなことあるんですかそれで永絞月空港早く食って行けよって話早く食って行けよなんだけどでもそれは言えないからんかただいま飛行機のトラブルてあって出発が1時間ぐらい遅れておりますんでそれはそうですよだって僕が1時間遅れて行ってんだからその機長も一緒にでまあ永絞飛んだら案の定 待ってる人たち、遅くいいじゃないですか、で、うん、なんかちょっとイラついてんなみたいな、ちょっと申し訳ないな。で、俺は別にその朝食会場で、なんかトークして、その機長に、友達させたげないんで。はい、まあ、なんか緩やかな感じなんだなっていうのを含めて、いろんなとこ行ったんですよ。あ、はい、の全国の体育館に。<laughs> そんな逸話もあったんです。今日初めて聞く話ばっかりだ。そうなんですよ。す あれはとか全国の体育館にそのかいを引かないとね放送できないんで<ー>インターネット回線含めあの渋谷に送る回線引かなきゃいけないなるほど全部のその l t t で調整しに行ったんですよううただ単純に遊び行ったわけじゃないんですよああもうそれはそうでしょね<ー>だからその体育館のええー、と環境とかあ,あとなんかこのとここやっぱなんか入りが悪いなとかあるわけですよねそうです壁が分厚すぎて,とかてうそう放送するために 全部の体育館行って、はい、テストしていけるみたいなこれやばいエフリーグって藤崎リーグだったんですそん, <laughs> そんなもない <laughs> 確かにつげ、はいつだえ。あれが一番大変でしたねファンミをやるべきじゃないかっていう意見が非常に支持を集めて、うん ね、うんでもおかげさまでそれでねのは釧路も,でもで盛大にやりこででもきので。ああ、そうですね確かに、うん、釧路もなんか釧路最初にそれを言ったからいろんなところでホームゲームやってもできるんですねあそうそうそうあれで工事したんでできるなってそんな話もそりゃそうですよね、うん、でもね別になんかあれだけの要領のあれを送れなきゃ送って受けれなきゃいけないからそう 釧路ってどこだった釧路もありましたよねあの体育館って釧路の大会って僕めっちゃ覚えてるんですよあ釧路たまにありますよ、ね、あの日に僕確かに2020年だと思うんですけど、うん、ちょうどコロナがなんかちょっと流行りだした頃でうん、うん、僕マスクして行くじゃないですか釧路にうん、うん、ただから俺しかマスクしてなくて釧路の駅で <laughs> あの居酒屋でねコ <laughs> はん僕一人食べてたんですよそつったら俺しかマスクしてなくて<あ>釧路のまだ広まってないんでしょうねうココア。ここは 競んね、それでその店の主人に「なん <laughs>、はい、だ風か邪か?」って言われて「いや風じゃないんですけどこれから、うんはい、マスクをする時間が増えますよ」みたいな、はい「はいね、ああそうそうアリーナくちのそう湿原の風ね」はいはい、町田とやったんじゃないかって来てるけど、はい、確か町田だともう、はい、室,田が室田さんがすごいフリック決めたんじゃなかったかなネタ方が、ね、あそう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 。うん そういう話めちゃめちゃ聞いて。だから、そう考えると、そのコロナ前からですもんね、ちょうどね。そう、ちょうどだから、全試合中継になったのが。あの、コロナの、もう、まさにそのタイミングで開幕も遅れたんですよね。で、九月になって。で、そもそも、だから、僕も。あれです。実況を、話いただいてたけど、開幕時代が遅れて。これ、そもそも、中継、これ、あんのかなってなってました。コロナ、状況が変わっちゃったから。 いやコロナ禍だからととそしれはあったらいいけど、はい、これなんかもう一回何つのえっとちょっとゼロに戻っちゃうかもなっていう感じででなんか9月開幕ってなってそっから一気にだらだって感じなんですけその間にそういう、はい、そうなんですよいやそういう話めちゃめちゃ聞きたいとかねでもすごいいいとこでしたよ北海道は、まあ、もうテロ全部良かったですけど、ね、あまあでもそうっすよね、うん、北海道飯うまいですしねそ,それだけでも大バレじゃないですか,なんかしんお仕事にもちろん行ってるんですけど出張って。 北海道やっぱりねやっぱ海鮮が地元の海鮮が美味しいところはやっぱ好きいいです、ね、個人的に確かにうん主張のあれが変わってくる笑,笑っちゃって未来から来た人的なって聞いてたりしてほんに未来から来た人的なって<え>あのそう、はいえシローでねマスクしてて、うん、そうなんですよそうっすよ、ね、いやあれはめっちゃね本当にすごい覚えてますねすごいいやその話はなんかこの前ちょうどねあの日曜日の三者愛中継終わって表彰式も終わった後に、えー、あの 水道橋の方で稲葉さんの学校の先輩のお店で打ち上げをね我々やらせていただいたんですけど、ええ、その時にも出なかった話ですこれは本当ですかはいあの時もまあ結構相当面白かったですけど <laughs> すごいやっぱそういうのありますねだから出てる我々も知らないこと多分いくらでもあるんでしょうねやっぱねうんまあそうっすねうんこれは。 いいやもうありがたいですよ本当にまあでも全部がねちゃんと面白い試合やってくれてるし、うん、やっぱ現地でね来てもらってるっていうのはやっぱなんとか届けたいんでねしたいだというこれだからもう聞いてて多分皆さん分かると思うんですけど、うん、多分正直別にそこまでしなくても配信のあれだけで行ったら行かないといけないでしょうけど、うん、今度現地中継にしたって何にしたってこれだから。 藤崎さんから提案して現地中継すごい盛り上がったんでもう一回やりたいと思いますとかファイナルシーズンやっぱちょっと優勝決まるところは現地でやった方が熱いと思いますって話してくださってるんですよね。はいはい、あそうそうそうっですよね。これは別にだから、えー、と藤崎さんのポジションの人がまあ別に普通に F リーグ中継は普通に回しておけばいいだろうぐらいの、ね、感じの人だったら、はい、現地中継も多分やってないしあもしかしたら、はいはい、その代わりの人がどういう人かに見えると思いますけど。うんうん だこれ藤崎さんの,そのすごいチャレンジングにいろいろ企画してくださったりとかっていうものがこれもうあらゆる現地中継だったりそのねあとその去年のゴールデラッシュとかとかにねこれつながってるというね絶対これだってもう別に言ったらあれです普通の仕事で言ったら普通に。 なんか別にまあ、お給料もらうの十分のノルマ的なものは別にもう十分やったプラスアルファでこれやってくれてんだろうなっていう、はい、あそうですまあ他の番組もやってますね,ねそ,うそ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 う,そうこれ多分普段多分あれだと思うんですけど。 藤崎さん、F リーグ中継終わってからそのまま夜の新幹線で地方行って将棋の中継やってたりそう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 そたそうそうでうそ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 っそう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 そりそう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 うそ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  だからそうですね名古屋のだから正直なところ1314だからあの時僕だから名古屋に1213いて14に住みできたんでだからあとは名古屋の678も将棋でえとあそこの金城ふ頭と将棋のところ行ったり来たりしてたんで結構だから大変ですけどねまあでも楽しんで。 うんあ楽しかったです、ね、すごいいやでもだから「えもし一あれですかかもめですかそんなのじゃなかった今回」いやなんか「両亭前かもめ」カモメああ料亭かもめはじゃないですけどどっか,かですけどはい,はい、はいはい、だからよく会社であのお前何人兄弟いるんだ」って言われて「で五人です」って言うんですよ月火水が長男次男三男で木金が四,四,四男で五男俺が一番下なんで、はい、金土日は俺ですって言って,て。 5人五人兄弟ですって言ってるんですってぐらいマジでんかいること自体がレアみたいに言われてて会社にねだから一時期だから本当 SSR とかあだいわゆるガチャでああそういうにいないから確かにそういうことが会社にいないえオフィスはだから渋谷のアベマタワーなんですか一応あうそ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 ううそうそうそう ですよね。というか現場ですよね。あと外苑前のシャトーのスタジオ F リーグ中継のスタジオでしか会うことないですけどう本当行って帰って明日から九州ですとか平気で行ってますもんね。そうっすね。ああ懐かしいですいや a b e の人たちおかしいで辻さんだってもう死ぬほどに F リーグ中継って次の日朝からんか島でサーフィンの実況やってる時あるしおお父さんも来ましたきょのだあ。 磯貝日向選手、ビスコラマチが、のお父様、ファイナルの中継、本当にありがとうございました。遠い熊本の力は、あべまの中継が本当に楽しみで、仕方ありませんでした。また来季もよろしくお願いします。いや、これ、嬉しい。いや、嬉しいですよ。ありがとうございます。そう、確かに熊本ご出身なんですよ。磯貝選手、このお父様の、確か影響もあって、はいはい、ご家族でフリーグのセントラル開催で、集中開催見に行って。はい その時のがまあ記憶きっかけだったらしいんですけど、フットサルとサッカーねやる、あーすごいお父様からわざわざありがとうございます。ありがとうございます。や嬉しいですね。嬉しいっすよね。これ結構でもあれなんだよな。僕も実況やってて時々あの連絡いただくことがあって誰それの父ですとかですって言っていつもあのなかなか試合を見に行けないのでみたいな感じで本当にありがとうございますみたいな感じご丁寧にねいただく方は多いんですけど。 やっぱそうなんですよみんなね首都圏の出身じゃないんで首都圏開戦の試合も多いしあるいは名古屋とか九州だったら例えば大分とかに来た時は多分見に行けると思うんですけどね熊本のご両親大分とか北九州の時はねでもまあ年に2回しかないからそれ旅行にそれで行ったら中継とか配信をご覧になることが多いと思うんでねそうなんだすごいお父様がとか言って「いや泣けますね」というコメントなどなど。 熊本なんですね。あ、熊本なんですよ。確か会話<ー>、そうそう熊本のご出身で、えー、そうすごい。九州も結構ありましたもんね。佐賀の体育館とかありましたもんね。ああいや,いやそうですね、うん、ありましたね当たった,あった、うん、そうそうだから一箇所じゃないですからね。うん、ああそれなく総合体育館とかみたいにねあのなんか毎回風雅はここって言われったっていいけどそうとも限らないから。そうそう、ね。まあ風がでもたまに大田クとかあるしな。 ありがたいのはこちらです町でとか本当にありがたいです藤崎 P 様 <laughs> いやもう何もしてで <laughs> 頭上がんないみ,たいないみ,みんないや違う違うあの、はい、もう現地のに,、ね、にも聞かせてほかにもう行っていただきて、はい、もう F リーグを楽しんでいただくっていうのがやっぱ大事、ね、大事なんで,でまあ会場に見つつちょっとねあの e m a つないでいただいてとかね、うんまあ、ずっとじゃなくてもいいから一回入っていただくだけでも少数上がるリアルタイムすごいありがたいですよね いや本当ね時々、なんか,時々なんかな聞かれるんですよ、ファンの方から、どういうふうになんか盛り上げるのに協力できるのって言われるんですけど、うん、本当とりあえずアベマ見ていただくっていうこととか、はい、あとはあの、それこそ F リーグライブのツイッターとかで、投稿いいね、リツイートしてもらっそんなんでも本当にね、全然、アベマさんの数字的にはもう間違いなく、その中継、はい、だから、まあ、まあ、あと入れ替え戦がありますから、2月にね、ぜひ2日間、皆さん見ていただきたいなと。はい うん、え福田さんの中でどこの体育館とかが好きですか逆に、はいはい、<coughs> あ会場ですか、はい、えー、どこだろうここ良かったよみたいな過去いろんなとこ行ってあ難しいっすね、はい、いやどこだでも結構特色があってどこも好きですけどねなんかやっぱりもうホーム感があるとこ好きかな、うん、お湘南の小田原アリーナとかはい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 、はい まあ、墨田区総合体育館もそうだし、うん、あとは町田もやっぱなんかあそこのお客さんもすごいいっぱい入るし、えーうん、とかですかねあでもまあ裏休結局全部になっちゃういやでもそう、はい、そうっすねうんいやどこのアリーナも結構好きですよあとまあ見やすさで言ったら大田区総合体育館っていうあ<ー>あ代表選やったら、はい、あそこはやっぱ見やすくてサイズ感もちょうどいいなとかは。うん ありますけどね。うん、でもなんか会場に限らず共通して思うのはやっぱアリーナ席が出てるといいなって思います。ああなるほどね、はいあ。アリーナ席があることで、あの大分のビーコンプラザとかもそうなんですけど、えー、そうあそうビーコンプラザね。そうはいはい,はいはいはい。あそことかも結構い,いいんですよね。良、えーえー、かったですね。うんであの一体感ある感じで、はい、やっぱアリーナ席が出ることで本当一気に臨場感も上がってお客さんのリアクションもすごい良くなるんですよね。ワンプレーワンプレー対決でそれ映像越してもやっぱ結構伝わるんで。うん やっぱまあサッカーだとあの近距離、至近距離で見れるとありえない近さじゃないですか,確かにこの前の隅田だとそうですけど、ねすね、あの距離感ってだからサッカーだと本当一部のスタジアムに限られるから、はい、でしかもそれもサッカーコートがそもそも広いから逆サイドとかにある時はどうしても遠いけど、はい、フットサルだと本当にもう前のアリーナ席の前の方とかだともう本当に全体が近くで見えるんで、うん、僕はやっぱそこですかねアリーナ席があるアリーナはもう極力アリーナ出してほしいなっていう。あ<ー>うん ねうん、やっぱ選手もすぐ近くにお客さんのリアクションが見れる方が結構んかそういうところはあるかもしれないですけどアメマ f リーグ視聴数を上げるために必ず p c スマホ両方つけてあ,ありがとうございますこれありがたいですね確かにデバイスごとであれなんですよね視聴数同じ w i f i で入っても両方で入ってもらってっていう、ねはい、現地で見ていただきつつそうですね、はい そうですね、辻さんの除夜の鐘もすごかったけど藤崎 P はもっと上を行くんですねたの金たんで <laughs> あの辻さん年末年越し中継があの <laughs> ボアルルス長野の根拠地の近く善光寺ってあのお寺でそ <laughs> はい、はい、そうう僕はあの実家でこのレディをやりながら僕も a b マつけてそ,うそれで辻さんの様子見てたんですけどなるほどね善光寺でだから年仕事納めからの1秒後に日またいで仕事始めみたいな感じになってた。 あでそう結局でしかも辻さんそこからちょっと休みある予定だったか分かんないですけど次の今震災があったじゃないですか,あ確か,にか日本代表選手取材行っててうん、うん、国立から呼ばれてから休みなしで多分ね F リーグ中継終わった後に、うん、今年初めての休みみたいな感じ、うん、あで緊急だねそれはもうしょうがなかったと思うんですけど。うん 大変で申し訳なかったいやいやいや全然,全然それはまあもうあれなんですけど辻さんすごいですけど、まあ、藤崎さんもその上をいくっていう話いや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 僕本当にもう全然大したことないですいやいやいやい僕箱根駅伝のバイトが一番きつかったですんで18年の時はそうやって箱根駅伝の,の,<ー>のバイトやってたんですよマジですか、はい、それもう今日初めて聞く感じバンバン出るじゃないですか、はい、そ,それが一番きつかったです、ね、それ大学1年生とかってことですか中継車に乗って ずーっとこうヘリが飛んでるところにずっとアンテナを向けるだけの仕事なんですけど <laughs> <に>大手町から箱根までずっとやってんですよ。日テレでバイトしてらっしゃったんですよ。ずっとこうやってやつけどマジできついんですよね大手町からそうかずっと持ってなきゃいけないですよ、ねそう。ずっとヘリにこうやってこうやってて,やって <laughs> すげえあその時からでももうその世界にいらっしゃった、ね、あそうですもとも、はい、ずっとそのテレビの世界やりたくてやりたくて、はい、すごっ。 えだって箱根駅伝なんてそれこそもうメガコンテンツですからね、はい、もうその当時すでに大変でしたよあれはですよね、うん、さあそして後方から神奈川大学が上がってまいりました神奈川大学みたいな、うんうん、であれだってひっきりなしに喋り続けてるから,から放送切れないじゃないですか基本だからずっとこうしてなきゃいけないってことですよねずっとこうしちゃいけないし車の揺れに耐えな,ながらさすがに1年目やだもうそれで辛くて、はい、2>, 2年目は今度 場所変えてくれてたらなんか箱根の山の上にアンテナされてる業務ってなってそれ山登りで登ってって <laughs>、はい、やったこと同じですよ。あのゴンダがっがってくるととこずっとこうやってるんですよ <laughs> やったこと同じですけどめっちゃ大変だしそれもきついって言ったら3年目の時にあの箱根駅伝の住み着のとこでずっとケーブルさばくしこってすごく寒くて <laughs> きつかったんですよ。 いやすごいですどこの踏切ですかあの箱根駅伝の,あの箱根鉄道の右があるんですよ。登山鉄道のか、はい、じゃあ、余計寒いですよ、まだ平塚中継所の辺だったらさ、<laughs> まだあれですけど、山は寒いじゃないですか、余計。寒い。<laughs> 4度ぐらい低いしすよ、こっちよりね、下手すると。<う>いや、分かりません。僕もあの大学生のときにやっぱ、僕、大学の同級生が箱根走ってたんで,、うんえー、で、ゼミの一緒のやつだったんですよ。はい だからあの応援しに行ってサプライズでそいつのバカでかい旗を作ってそうなんですよねでこれ「わあ頑張れ!」って<ー>その区間でこ最初の方でわあってやって、うん、でスタートしたのを見送ってからすぐ電車飛び乗ってあの一駅先でもう一回こうやって見るセリフやってて <laughs> <laughs> ただ思ったより早いで、えー、来るのがね、えー、そう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 だからなんかこうあのでその他の区間見たりもしたんでだからあのただ見るだけでもすげえ過酷だなっていう,もう範囲も長いし まず寒いし、月あれ仕事でやってる人たちも大変だなと思ってたんですけどいたんすねそこにいたんですよそれで僕それでにまに大学出て受けるじゃないですか就職試験はいはい某一チャンネルのとこでまあね某一チャンネルその辺の湿部屋のうんあの某一チャンネルうちどう思いますみたいな話したらいやあの 紅白歌合戦とあの当時、まあはい、天皇杯とかサッカーやってたんですよねはい元日やってましたねは,いはえー、辛いんで「嫌、うん、です休みたいです」って言ったら落ちたんですよねまずその箱根駅伝のあれが <laughs> で,、ね、で同じようにボーイ4チャンネルも同じようん、ジジに「いやちょっと2日3日は休みたいです」って言ったら、まあ、お落とされて <laughs> <laughs> まあそうだよな,だよ,なよっぽど辛かったんですた。<laughs> いや面白、うん、まあだから経験するとねだから逆に言うと、うん、そ,うそういうのあるともう全然良いですもう釧路行っても全然良いですそうか、はい、それに比べればみたいな全然正月からそれやるよりは、みたいないそうなんですよまあちょっとね路線が外れちゃったんで <laughs> ちょっとフットサルの話を一個戻すと、はい、あの多分福田さんとかはご存じないと思うんですけど、うんうん、北海道とか九州って、はい うちから渋谷に送るための機材があるんですけどこれがまあちょっと高いんですよ金額がそうなんですかで誰も持ってきたくないって言い出したんですよそれを取られちゃってやだしなくしても嫌だああなるほどそういうことかでも札幌とか北海道ってだか1日以上かかっちゃうから事前に送るんですよしかもんか制服って両方に送るんですよそれって2セット誰も持ちたくないって言い出してはい だからあれだけは特装便っていう特殊な特殊機も使ってるん,んですよ実はうちの会社ってほうほうその機材特殊便ってのがあって一、はい、人のオペレーターみたいな人が一対一でこう持ってくるんですよすすげー高いんですよ <laughs> そ,<が>そうですよね人件費もだからもう完全にだから、はい、あれ,れ指定便みたいなやつだから当然佐賀とか、はい、大和とかじゃないんですよ一、はい、人の人が、はい、例えば岸大阪岸和田とか、はい、北九州とかを。 絶対なくさないように持ってくるってそれがまあ大変なんですよ。うん、だから正直関東近郊とかは、うん、はもう楽なんですけど、遠くの会場は特装便ってものすごいきつくて。ええー、いやあのなんだっけそう。 いや昔サラリーマンやってた時におィスカードの営業やってた時にもやっぱ多分工場直送じゃなきゃ間に合わないっていうのがあってあ当然それ配送費めちゃかかるんですよ、えー、でもうほ利益幅10%とかでやってる案件だったりするともうそれでだいぶこうなんか、ね、削れちゃうみたいなあったんですけどそそう、ね、だそういいれよりもっと高いですよだからねあだから最初のうちはあまりにも高くてが僕が自分で新幹線持ってたんですよ、うん 新幹線に当時まだ一番後ろの席があったから新幹線運んで現地に入って渡してじゃあねっつって帰ってくるわけですよそれのためだそうであとまたあさって取りに来ますみたいな行ったり来たりしてたすよそしたらもうやっぱり新幹線ってめっちゃそれでなんか JR 東海の人にどんだけ乗ってるんですかみたいな言われてはいだからなんなに3桁以上の乗ってて新幹線それで3桁1年間年で そういやいやすごいだからでもでもそっちの方が安いんですよははいい自分で運んだ方が責任もあるしねでもですね。でもめっちゃ重たいんですよはい。だから大変だなと思いながらすげえだから名古屋の対局名古屋の放送今回やったじゃないですかはい。ああののねたけ元武舘彭さんはい。ああいうの東京から車で行ってますよねもう全部そう機材えこうと思ってってああそれは確かにちょっと聞きました スパイみたいなんですよいスパイ。<laughs> <laughs> やってることはねそう,でそうっすよねスパイ映画でたぶんありますよ特急列車の中でなんか、はい、あれしててこう、はい、なんかそれ察知したやつが入ってくるで、はい、あ7号車だそう後ろ側からうんうみたいな感じで,そうで今入ったみたいな感じでそうそうこちら8号車最後尾みたいな感じだ <laughs> あのかあんのかぜぜそれ持って絶対なくせないから。 あ、そう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 。ミッションですよねもう。そうなんですよ。ありがたいです。数回にリスポンを呼んでいただきありがとうございました。そう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 。リスポンとはちょっとね終わったでもちょっとね軽くあれですもんね俺らねリスポンとね。リスポンの肩いい人です。まあリスポン語っていたくはないけどまあリスポンとねリスポンと軽く打ち上げもねこうして。そうですね。良かったっすよね。 こ,これからは家族みんなで藤崎これ絶対入れ替えせんとき藤崎 P いやいや今日もありがとうございます駒様にいらっしゃいますか藤崎 P みたいないやいやめっちゃくると思うなこれ本当に話題豊富ですね確かに見ていてずっと楽しい意味が分かんない話いっぱい聞けてますからねマジっすかはい相当面白い,いや相当面白いですこれマジっすかうい全然もう あのフットサイ関連の話最初僕1時間ぐらい先してたんですかはいはいだからもう全然この感じでフットサイの話した方がいいですもんねいやいいと思いますよ藤崎藤井の F リーいやそれ違いますけどまさかのね単純に僕が聞いただけなんでそれはい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 いやだから単純に聞いてるのがすごいいやもうだって困るじゃないですかやっぱりね何とか荷物運びたいからまあまあまあそうだけど どうしようかなーい,いや面白そうなんです、ね、面白すぎる、うん、なんすかこの話だからちょっと f リーグにちゃんと寄せた方が全然いい,い,いと思うんでいや違う,違う、はい、みんなだからさみんなこれ面白い人でしょすごいよねやっぱアベマみたいなさまあバカでかいプラットフォームでプロデューサーやる方やっぱ まず面白くなきゃダメなんでしょうね。えー、あとなんかその行動力とかも普通の人のそれじゃないじゃないですか。あ<ー>今日話聞いてる。なるほどね。あ、バカ面白いもう、まあこあこ。なんでこんな面白い話も大学していくんだかって。<laughs> やもうあれですよ。銀座の生バンドカラオケ行こうとかいう話し,してる場合じゃないんで <laughs> その前に、ね、この前我々名古屋でも一回ね行ったんですけどね。はい。はい、あの満席で入れなかったんですよね。はい、そ,うそうなんです。そう軽く打ち上げやった後に。 ちょっと軽くちょっと行きましょうよって境までタクシーで行ってそしたら今日はもう満席でちょっともう入れませんって夜中の二時二時ですよねで入れずそのままタクシーでまた名古屋駅前にただ行って帰ってくるっていうでしたけどね竹立パオーシャンにあの帰れなくなって泊まろうった話僕しましたっけ <laughs> いやそれは聞いてないっす 全然聞いてない。竹田テパに行った時に機材渡したら電車がなくなっちゃったんですよ。でまあ泊まろうかなと思って、あそこでレゴランドしかないんですよホテルは。ああはいはいそうですね。そうなんですよ確まあ身っぺりですもんね。倉庫とかだった一泊一メで来てしたら十二万円で出てきてそれで俺電話したんですよ。えレゴランド一泊十二万円。で十二万円で出てきたからミラコスタのなんかいい部屋みたいな。電話したら。 ど、どんな部屋なんですか、で聞いたんですよ。十二万もするわけ。確かに、確かに。だから二段ベッド四つありますって言って。どういうことと思って。なんかそういう部屋らしいんですよ。そのファミリールームのやつ。だから、は、は、え、二段ベッドその。なんかそういうルームあるんですって、その、で、で、ほそこしか空いてないって言われて。十二万だから。それは十二万。さすがに、もう二段ベッド四つですよ。うん。 それをどう思いますどってことないですよ。それ一人で寝したらだめでしょ、面白すぎます。8人部屋みたいなんですよ、でもそこしか空いてなかったんですよ。8人部屋なら分かるんですけど、2段ベッド4つで8人部屋って大したことないなと思って。まあ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 。たん狭いの多分オリジナリティがあるんですよ。寮みたいですよね、ある種ね。寮ですよ、完全に。若手選手が住んでる、僕、ポルトガルちょっと行ったポルトガルの選手が住んでる寮そんな感じでしたよ、2段ベッドが。部屋のカードにあって。 あそうそうそそんな感じだからね一人でそんなにだめでぴょんぴょんするわけじゃないじゃないですかぴょんぴょんぴょんぴょして <laughs> でちょっとどうしようかと思ってい<や>まあそこはちょっとタクシーで帰りましたねさすがにそうですタクシーで帰った方が安いですね安いい十二万いや,万 <laughs> いや面白い爆笑とか8人ハハハ ボーイズ1位という藤井八冠新幹線のこと聞いたり面白すぎでしょ <laughs> これやばいこれか藤崎 T のファンが無限に増える回でしょこれ <laughs> いやマジで面白 <laughs> そんなことないですふスタッフの実体,実体験うちの大西はもうずっと笑ってますからねもう,もういや調べてくださいよ是非で笑い来られてますからゴランドれそれぐらいなんかいい部屋だなって思うのでもう是非ねもう行っていただければ <laughs> でもそれぐらいね武田鉄砲師いいとこなんで <laughs> いや<ー>、うん いやいやいいとこなんだとかそういう話全然入ってこないですよ。いや確かにオーシャンアリーナはね近所不通りないいとこですけど、いいところですよいいアリーナ。まあ見やすいしとかでなんかそういう話じゃなくてみたいな感じ。もうマジで面白いもう本当ですか？はい本当ですかって面白いですよ。あだからちょっと僕話を戻してあの実況新しく タブレットでやですかあれって皆さんの,その感想を聞きたくてののあれどうなのかなってえでも大好評ですよ,ですよ、うん、あれだからあれも藤崎 P ですよねあそうですそうですげえこれ安倍 e の中継本当もういやこれこれ確かになんか中でプレイしてる選手たちにも教えたい,いあれ結構なんか好評だったらしくてありがたいなと思ってはい、はいはい、なんか他のだってあれしょスポーツ局の一番上の あのまあ普通に他のコンテンツでも使っててそれをんかちょっと入れてみたらほかのゴルフとかでも使うぞみたいな感じでとか結構あれいいって言ってここがポイントスーパープレイ解説さすが大西くちちゃんとうそうなんですよねあれはんか結構ね好評だったって聞いたんでありがたいなと思ってそうっすね 多分いいいんでしょうかいや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 ,ぜひぜひいやあれはい,や面白いと思いいますよか、うん、かなりかなりり、うん、ろんな層から多分ご指示いただいてるとはい,はい、はい、それ初めて見る人もそうだけど、はい、結構見ててもあの細かいやっぱところは,はい、はい、まあ解説陣の皆さんからすると結構まあ当たり前の話をしていたりするとは思うんですけど、うん、ここは当然ブロック入るよねでこ外からこうしてくるとここ2枚見なきゃいけないからみたいな。はい、だけど、まあ、あの皆さんから したら、まあ、僕もすごい勉強になりますし。はいはい、視聴者の皆さんからしたら、あ、これ実はこうだったんだみたいなね。あめちゃくちゃいい企画って聞いている。あ、本当でありがとうございます。操作も皆さん慣れてきまして、そうそう、みんな飲み込み早いっすよ。解説人の皆さんもね。めちゃめちゃいい企画だって、いや、そう、コメント欄でも、かなりね、アベマのコメント欄でも。ええー、嬉しいですね,ね。いただいてるんで。勉強になりますって来てます、ね。ああ、嬉しいですね。すごい。 いいいね。うん、いやいいです、うん、いやもうでも,もはやでもなんかそ,もうそれもそうっすけど、うん、どっちかというとなんかもうみんな藤崎さんの方に興味が出て、ねうん、<laughs> ぐらいですぐ操作できる f ーが頭に確かにそう,そうあ確かにね飲み込み早い1回目から<う>す,ごいすごい使いこなしてて、うん、そう。 そうなんですよね。ねそう、のこ、読み込みめちゃくちゃいいですよ、ね。本当ですよね。あれだって、初めてやったら、結構ね、話しながら操作するって、結構難しいあ。そうですね。同時に二つの作業をするから。藤崎、うん、さん、天才や。って天才じゃないです。い,ですいや、そう、やっぱ、だからさ。やっぱ、思うんですけど、やっぱ、テレビの中の人で、僕、頭良かった人しか、基本、やっぱ、会ったことないん、ね。あ、そうですか。はい、あの、だから、まあ、キー局の人とかも、そう、はい、N. H. K. で番組作ってる人とかも,も、ほんの友達なんですけど。でも、はい、えー、やっぱみんな、やっぱ。 やっぱあ藤崎さんまあそうだなとそうですねでもだからそういう意味では本当あべまらしい方ですよねあるしね藤崎さんねそれ。要は結構チャレンジングな企画をすごいやるじゃないですかあべま。確かに普通のキー局とか地上波と同じことやっててもしょうがないだろうからそういうのがやっぱあると思うんですけどサイバーさんのねあれもんか社風的にもそういうとこあると思うんですけど。 でも僕がんか昔携わってた番組でただ物を爆破するっていう番組があってそれも僕はその時まだ AD ですよ全然 a あ e m まで全然昔の違うはいとこでただ物を爆破する番組って何すか第1回目の時にただ普通に物を爆破する番組なんですよ深夜でやってたんですけど多分皆さんご存じないと思うんですけどそしたらそんなに爆発しなくて。 で、だから感覚がバグって、僕も多分、その、そういうのを聞いてるから、で、その一回目に爆破しなくて。二回目から、あの、西部警察見たことあります?。うあります。西部警察のガチに爆破入れてる人が来て。もうガチ特攻。ガチ特攻。ガチ特攻ですね。ガチ特攻が来て。ガチ特攻が来て。あの、木っ端微塵だって、二回目のその。ものが、むしろ、ものが飛んできて、危うく死にかけるって。 っていうのを見てるからマジで電波少年ですよそれいやーすごかった本当に <laughs> すごいっすね、うん、群馬の採石場まで連れてかれて <laughs> もう本当にパーンってなっていい場所ですねあそう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 そ,う、うん、それ結構あれですよドッキリとかでなんか車で例えば出川さんとか助手席に乗せたまま、うん、なんかこうそういうなんかめっちゃ爆発するところにそこの車で突っ込んでいくみたいなそういう規模のやつですよ多分、ね、あそうそうそうです、ね あれでしょ背景が炎一面炎になるみたいなそうそう採石場みたいな確かにヒーローものとかねそういうところで撮らないと火事になるやつですね火事のやついやだからプロのその西武警察のプロの特攻の機械見せてもらってカリンバってわかりますあの子は針金をちゃんちゃん弾くアフリカの伝統楽器カリンバを置いたんですよ

なんかもう別にエフリーグ中継の裏側というかもうこれテレビの裏側がすごい聞けてる神回ですよこれ <laughs> うん、だからそういうの見,、はい、す見ながら育ってるからうん、すごいなみたいなやっぱテレビすごいなみたいな、うん、確かにテレビすごいは確かにありますよねあのあれですよねいや僕そのさっきの僕 M ステでたまにだからビーズとかの時にビーズさんとか、はい やっぱ特効あったんですよ、はい、であれなんかそんなバーンっていうその藤崎さんが言ってた現場ほどのじゃなくてもあの筒から火が出らいベルマーレの本ゲームあんぐらいでもめっちゃ暑いっすもんね熱<い>近く行いてねっオダラリーも暑かったですよねあそうそうそう、ね、やけどすっかなっていうぐらいあの試着で通ーってこれパンシャーターンってあの来る <laughs> 時の一 <laughs> 泊遅れて先音があれで一泊遅れてあのわあチェチェチチチみたいな感じに。 <や>もインカムの後ろではあやいあれ不発だ不発だ気を,気をつけようって言ってるんですよねあんまり外すと不発だになっちゃうからあそうあ近寄れないんですよ危なくてそう,そ,うそれなんか一回ねそうです。クリスマスのスペシャルで埼玉スーパーアリーナで、うん、お客さん1万人以上入れてる時にそのパターンになった時があってめっちゃざわついて「お前らとりあえず離れろ」みたいな2分間の CM の間にそれを全部やったら「離れろ!」みたいなそうそう それ上戸彩さんの時に落ちてきた無数の風船を僕たちがその CM の間にあ,のあれ爪楊枝つまようじで全員で潰していくっていうのが入るはずだったんですけど、はい、もう風船潰さないでいいからお前らはけろみたいな感じ,にな,そんな,感じなんで現場いろいろねいろんなこと起こりますもん、ね、まあいろいろ本当経験させていただきました、ね、いやだからその藤崎さんのそもうずっとこの業界にいたらもう死ぬほどそういういろんな現場うんそうっすねもうし、まある種修羅場みたいにそうなんでありますよね他にも。 そうですねだから僕の中でもう全然、はい、ねあの F リーグは素晴らしい番組だし a b e m も素晴らしいコンテンツだから、はいはい、昔には全然<ー>、はい、朝6時集合38時終わりとかってことで日本に24時間以上のす時間があるのかなと思って <laughs> 38時終わりなんと40時返してからってこの台本にど,どういうことなのみたいな最初の頃に僕入った時。<laughs> なん、なんだこれはみたいな。三十八時っていつだよ。いや、そうですよ。昔はそんな感じだったんですよ。三十八時は。時開始って、えー、うわ、すごい。うん。で,で、たくさんありますよ。そういうの。そうでね、今でね、まあ。鍛えられたんで、大丈夫です。<laughs> 不発弾で。<laughs> ハーフヘイより向こうでも熱い。あ、なるほどね。 F リーグで爆破演出次第が心配になってきた来シーズンの優勝セレモニーは爆破でお願いします。<laughs> そう暗黒仕事って書いてますけど今じゃないですからね。今もこんなったら問題になっちゃうんですけどもう何十年も前の話。はい。はい、今やったら大変なことになりますよこれ。ええ、う確かにそう。<laughs> はい。そうですね。まあもう,う爆破がまず NG ですから。ああそうですよねそうですよね。はい。本当それこそさっきも言っちょっと始め電波少年とかも本当めちゃくちゃでしたもんね。 そうですねあ。あれ人とか死んでないのかなって思うぐらい、本当。本当にやばい。やついっぱい。キャストがだって死にかける。っていうのは本当ね。はい。ありましたからね。そう,そうです。そうです。時代ですよね。だから結構僕そのニュースも生かされたから。うんはい、漁船を借りて。海から取ってくれって言われたことがあったんです、はい。はい。はい。で、まあ。乗るじゃないですか。か漁船で。はい、で、その、なんか。 った付近を見てるんんだけど、はい、まあ何もないんですよ、はい、で撮ってたらなんか上空にそのヘリを飛んできて、はい、俺後から知ったんですけど、はい、生放送でえ「今犯人が船に乗って逃げております」けど、俺たちが映ってるんですよ <laughs> これは今でも覚えてるこれは後で聞いて「今犯人が逃走しております」って言って俺がずっとこう <laughs> 漁船を漁船で盗んで逃走しておりますっていうのが全国放送流れらしくて僕知らないからずっとこう撮ってるわけですよずっとカメラでね。そのでもいいいななななって日たけど、もう とんでもないことなったらしくて、その全国<や>犯人が逃げておりますと映るのやばくないですかやばいっすやばいっすよね映っ,ってるっすよ俺が映ってんですよ,ですよまあ若かりしこの俺が犯人としてでもしょってんですよねそれなす何,何年ぐらいの西暦で言うとあれはね90年代ですか、ね、そうですね90年代ぐらいだと思います、ね、<laughs> で見てる可能性ありますよね多分ね、はい、昼間のニュースとかで、はいね いや僕学校から終わって帰ってきてワイドショーとかやってるとばあちゃんが見てたりしてたんであ,あそう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 ,そういう感じの時ですよねお茶の間に犯人が飛び降りたのか逃げたのか分かんない状態だから、はいはい、みんなこぞってマスコミがヘリ飛ばしてたっ現場付近で船乗ってっからあいつだみたいなあそうそうで僕らもヘリで行ったんだけど、はい、ヘリが墜落するの連絡なくなっちゃったからはい、はい、もうこれ最後帰るの連絡しかないって言われてじゃあ漁船から取ろうってなって取ってたら「犯人です」ってこれられて <laughs> 全部で。 今犯人が、船で逃走しております。若い、若い二人組でございます。それは音声と俺なんですよ。若い二人組が逃走しております。音声と僕。いや、それめっちゃ覚えてますね。やば。遠、遠目から見たら、バズーが構えた犯人。ああ、その時。そう、はい、こち亀み、確かに、こち亀みたいな。 確かに。こんなこといくらでもありましたよ。本当に。これ的確、こち亀っすわそれは。は <laughs> い。なんなんっすか、もうこれ。いや、当時はこういうのあったんですよ。今は絶対ダメですけど。これ、あれですね、藤崎さん飲みの場とかで、あの、初対面の人たちとかと。飲んでも、もう、あれですね、絶対に話途切れずに、何でも話す。いやーこれ、そう、バカ面白いっすよ、<や>これ。本当ですかいや、腹よじれるほど面白いっすね。 いや、爆笑とか滑らない話だったらいいですねいやいや,いや、滑らないですよ、これは本当ですかはい滑らないいやー、すげえな。<ー>いやこれすごいっすよマジで滑らない話みたいなのでなんかわかんないですけど、うん、先輩とかいる席の飲みの席で振られてもまず安心ですよ、これマジですかはい でも一個でめっちゃ滑らない話なんですけど聞いてもらえますかもうすでに滑らない話だけど本当に滑らない滑ったら申し訳ないですけど全然関係ないんでまあ言った方がいいから悩んでるんですよ僕一回絶対みんな聞きたいと思うマジっすかあの最初僕新人の頃に初めて飛行機乗ったんです実はうんなるほどで先輩に飛行機の上で3つの条件があると まず裸足で乗らなきゃい,けないらしいんですよ乗るときに裸足になって、はい、土足現金だって言われた、ま、ず飛行機の中がね<ー>あ嘘つかれてるってただからあなるほど乗ったことないから分かんないですもんねそうそうそう、うん、で土足現金で入るじゃないですか,だかのっ座ったら青竹文を頼めばその足が痛くないから <laughs> 青竹文を頼めと、はい、で青竹文シエさん予防するじゃないですか、はい、で離陸直後の G で死ぬからリクライニングを全部倒しとけって言われて <laughs> 俺全く知らないから。 22ですよ、俺、22で初めて飛行機乗ったんですけど、もう、めっちゃこの状態、この状態で、青竹文を借りようとしてね、独足現金で乗ってるんですよ。たら、ピンポンでようをするじゃないですか。たら、どうなりましたってったら、青竹文を借りたいんですかど。ないって言うんでいよ。<laughs> でいや、お客さん、それよりも、立派に戻していただけ <laughs> たら<だ>。それはないし、うん、それよりも、そう、こうなってるじゃないですか。で、お客さん、じゃああリ離陸直後に リクライニングを倒してることはダメです。うん、もしかしたら、うん、俺その時に今倒せない。死にたくないって言ってましたんですよ。<laughs> マジでこれは死にたくないからリクライニングを脅したくないって言ったんですよ。でも横でずっと笑ってるんですよ先輩これ。<laughs> っていうぐらいピュアピュアで分かんなかったんですよ。そっからですよ。その会社入ってからの事故が爆弾あるわ、<laughs> 犯人扱いされるわ。もうマジで。<laughs> <laughs> はい。 こすべらんなーって言われますよ。本当でそれで、ね、先輩が「いんすべらんなって言われそれで先輩がいやうそや」って「いや先輩嘘だったんすか?」で<う>なじゃあそんなこと言われるんがせいで全部嘘だごめんな」って言ってで代わりに「このラジオ聴けるから」つって、はい。これラジオあるじゃないですか飛行機の」はい。であのイヤホンにね、はい 先輩けれイヤホンにこうやってつけてつ人席です忘れない、はい、先輩左で俺真ん中で右変な知らない人、はいはい、でこうやってやってて全然音聞こえないんですよそれ、うん、なんでなんだ俺ってでバン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 ボリ曲げるじゃないですか <laughs> そしたらその知らないおじさん寝てるおじさんが「もっとこきっていけんだけど正の」<laughs> ここて。と思っからその先輩は隣のおっさんのとこに俺のイヤホンをしてて知らないからバンバン俺上げてたから寝てたおっさんが。 おっとでっかっつって<え>もうマジでだからそういう嫌な先輩に会ったからもうちょっと飛行機がトラウマになってそれで鉄道に走ったんですよずっと新幹線ばっかり滑らんないや,いやもうマジでそれは忘れないここで話すことないんだけど、ね、も,うもうテレビ出た方がいい,い,やいやマジでこれは今でも忘れない <laughs> 苦しいってきてるよ <laughs> いや皆さん気をつけてくださいね、本当に大丈夫ですよ、みんなそんなこと隣を入れちゃいますよ、隣の音量とかうるせえ音でかっつっていや、音でかっつって腹筋が痛いんですけどいや俺は音全然食わないんですよ俺は、俺はね<あ>、うん、もう先輩に騙されました、ね、笑いすぎてお腹痛いんです先輩ね、マジやられました、あ,あの時は。<laughs> はい なんテレビで働いてる人みんなこんな感じなんすかいやというかまあいじめられてましたよね普通にね <laughs> そういう感じで若い頃は。コントかなか息苦しくなってきた。 今日のはフットサルの話じゃないじゃないですかもうもう僕いいですこれも終盤なんで追加公演大丈夫ですか最初の1時間僕フットサルの話だけしてたんでもうちょっとぶっ込んでも大丈夫ですかいやまだあるんですかいやもうやめるってもいいですいや大ここまで来たら聞きたいですけどじゃあ最後面白しそいテレビの話しますのその先輩やばいやつでやっぱり僕の先輩がヨーロッパに行った時に事前に前日準備したんですよ あ、ヨーロッパで中国行ってる。で、うん、まあ明日これで成田から行くっつって、はい、なって、はい、そしたらなんか先輩が「お前まっつってあのそいつのバッグ開けて全部あの峠の看板石にしろ」っつって峠の冠板石を用意されてからのねで、はい、20個峠の冠板石を入れさせられて,てもう先輩従うしかないから。はい に入れるじゃないですかでもその先輩は準備したことは軌道を準備したから開けないんですよ。はい、その慣れていくじゃないですか乗るじゃないですかで中国する時に開けるじゃないですか鴨石入ってるじゃないですか中国の人にマジであの骨董品だからその <laughs> 中国の,その大事な国宝みたいなの盗んだやつと思われて、はい、手っ止められて峠 <laughs> の鴨石入ってるわけですよ知らないからねあ 釜の形してるからそうそう <laughs> それがなんか土器と間違えられて中国で,で止められてでも本人否定するじゃないですか「いや知らねえ」ってなるんですけどでも土器入ってんじゃねえか <laughs> 知らねえじゃねえてめえの荷物だってたそうですですよ <laughs> でもそれ、はい、放送の機材入っな全部土器になっちゃうでかめしだって言ってるから、うん、俺どうするんだろうと先輩と思ってもう頑張って撮影しましたけどそのなんか中国の人に。 テレビ局からいやあれかわいさすぎてでそう考えると俺のまだ青竹文とか大したことねえなって <laughs>、まあ、確かに現地で仕事でやばくはならないやばくならないし死にたくない死に,死にたくないっつって <laughs> <laughs> いや面白ぎいっすで。<laughs> やばかったってあの <laughs> 先輩はっていう、まあ、私全然 <laughs> 狂ってるって <laughs> いややっぱだから昔そ,そ,それ90年代の話ですよね <laughs> あそうです、ね、だから要するにやっぱ90年代のテレビのノリまんまっす、ね、<ー>そうやばえいえ最初はなんかそれ制作会社とかっどっか局ですかまあそう制作会社的なところでところまあそうなんですよ<ー>ノリがねえいやえぐかった いやいやそうですね。だいぶ破壊力もえぐいっすです。ある程度メンタルつきましたけどね。ああ、うんうんうん、そうっすよ。悪い先輩がいたもんだ。はい、いや狂ってる。なんで20個もあったんですか。<laughs> そうですよ。そうなんですよ。みんなおぎな木の釜えありましたね。10個ね。いやあ面白いとこ。これこの話50人も聞いてますからね今ね。そうですか。はい。大丈夫っすか。やば。いやすげえ。はい。 今その先輩どうされてるんですかこの先輩はですねもう今ね引退されてまして年賀状のやり取りだけはしてますけど「あの時はすまなかった」っておせんだ言うのかと思ってマジで令和の世になってからいやほんとそう23年前に「あの時すまなかったな」って「いや遅いよ」つって藤崎 P と飲みに行きたい人いっぱいだと思うむしろあなたのせいでこういう子になっちゃったよみたいな面倒ついてね 確かに90年代だなリュールな。そうなんです、ね。リアル電波少年。はいえー、青だけ <laughs> <laughs> いやあなんすかこれ本当。ほんとはい、まあこんなの良ければね。い,いや面白い。本当ですか。すこれまた絶対出てくださいってなりますよこれ。<laughs> もうフットサルと全く関係ないです。まあ、で、ちゃんとでもフットサルの中継の話もしましたから、ちゃんと。ああ、各地方に行ってって話とか、あと現地中継で名古屋ラウンドとか4倍ぐらい経費がかかってるって話とか。あんまり言えない。そう。いやいや、それ死ぬ気でそのね上に掛け合ってっていう話とか。はいはいはい。ね、ほら実際磯貝選手のねお父様からああ、そうですね。ありがとうございます。とかね。はい。今のとこいいとこですからね。いやでも。 すげえなあでもなんかそのなんか随分遠くのことに感じられますねその話とかがへ、はい、えいや面白いこれやってちょっとこれまたちょっとあれですよ、はい、行きましょうだからあれ2月の次入れ替え戦の第2戦終わった日に、はい、多分終了時間もそんな遅くないんでまた行きましょうみんなであそうそうそれで、はいはい、そうだよアワ,アワードをやろうと思ってておそうなんですよはいはいそうかそうかそうか 2>, 2月の17の入れ替え戦、はいはい、第1戦で1日目の、はい 後に、はい、多分アワードを発表すると思う。のではい、はい、まあ、今一生懸命。うん、彼が。集計してる。あの、うん、コメントでしか出てこない。うん,う,んうん、うん、うん、はい。なるほどね。なるほど、コメントアワード、2月17日、生発表。あ、あ、コメントアワード、生放送でやるんだ、今回。そうそうあ、前回は、去年は、辻さんと稲葉さんで収録でしたよね。そう,そうです。そうなんだ。生発、あ、うん、生発表、放送で。 今年も福田さんがキーワードアワード1位になるのかいやこれ藤崎さんがもっと早くでしたら藤崎ピーでしたこれ確実にはい俺も大変なんだってえいや俺も大変ですよ将棋でも実は出ててあはいはいはいそしたらまああのなんか言ってましたよねこの前資金なとか言われるんですよあああれコメント欄でなんかたまにねでもまあ要はもうアンチがいるわけですねあていうかまあ うそんだけだからもうやっぱインパクトあるんですよいやでもなんか一応好感好,好印象の方が急やりい,はい、はい、たまにまあいらっしゃるんですけどああまあ僕もたまに来ますけどまあそういう感じですね、うんうん、なんかほらこの前おっしゃってましたね打ち上げの時になんか 会場の近く、将棋の会場の近くで、なんかご飯食べて、お弁当食べ。あ、そうそうそう。そうそう。ファミリーマートでファミチク買ってたら、後ろの知らないおっちゃんが、あれ藤崎さんファミチク買うんだ。怖いっすか嘘でしょと思って。ファミリーマートででしょう。怖。後ろ、で買ってるところですよね。そう、びくんってなるわ。そうなんですああ。知らない人にね。めっちゃびっくりした。やっぱあれっすね。それでも、もう一度出ちゃったから、もう知られちゃってるし。 今出なくなってももうあれじゃんっていうん、うん、リスクやっぱありますね少なくなまあそうなんすかね。ね、一月十四日の見逃しに藤崎さんどこかで映ってます？おお、確かに。どっかで背景で映ってるってことかな？あ本当そうでしたっけ？あの放送席が映った時かも。ね、あ<ー>、ね、どっかでどっかでなるほどなるほどなるほど。ああそ,そうかもしれない。確かにね。うん。 お,お願いします過去やってください <laughs> ほら <laughs> これもうこれもう本当にでも例えば物草屋さんとかでやったとしたら20名ぐらいだからもう多分これ一瞬であれですよ一瞬で札止めですよ <laughs> そんなことないってそんなことないって、うん、世間はそんなうまくないんだって、えー、なかなかこんな方が面白いと F ・リーグを支えてくれてるアなこれ嬉しいと思うでも皆さんやっぱ中の人のさことね 感謝はしてるけどなかなかそ,のそれを伝える場もなければ、えー、なんかどんな方なのかなって想像するしかないわけじゃないですか。えーね、とても貴重なお話を聞けていますっていうのはねうあの、あのー、あれとかも面白い引き出しいっぱいね F リーグをさせてくださってるのは藤崎さんなので本当 <laughs> そうですよねすごいいやハワードの時に藤崎 P ゲットされてていや俺さすがに俺上がってこないですよってコメントでさすがに2票とかなんです、ね、ジオ様福田優藤崎 P ジ,ジ,ジオーさんも確かにね結構1位なんじゃないか去年ねあそう去年は僕が1位だから辻さんが「はい第1位は入るよんだよ福田優香よ」あの辻さんが口が悪くなってんのがいいんですよねあれ <laughs>、まあ、あれ本当に言ってなかったですからね開けた時に気づきますからねそうですよねだからさ事前にはだだ辻さんもだからなんかいや僕も多分見ない方がっていうのでやったらしいですからね飯永さんもなんか嬉しくねって言ってて <laughs> 今年はどうなるか,分かない生放送盛り上がるじゃないですか うん生放送ね生放送で発表か多分だから実況僕なんでも自信あるんじゃないですか結構いや僕ジオバンニな気がしてるんですよねだしもう別に僕1位にそこでなりたいとか別に<ー> <laughs> そんなになるほどそんなに、はいそうまあ、書いてくださるのすごいありがたいですけどね、うん、でもジオ様とかも含めるわけだよね多分ね集計でだからそうするとジオバンニかなり高確率であ町田の試合じゃない時でもジオ様の名前よく見たんで。はいはい 見は結構あるんじゃなないか、ね、かいかと思ますけどねチームとかもやっぱり町田か名古屋かかっって感じなんでですねねねしょう、ね、やっぱ、ね、他のカードでもやっぱその、ね、チームの話題、まあ、名古屋戦多かったっていうのもあるし名古屋戦以外の試合でもやっぱ町田名古屋の話題すごく多かったんでん町田さすがにこれで優勝決まったかなみたいなとかね来てたから多分そこは多いんじゃないかなと思いますけどうそうですね嬉しいですね。 いや本当ね、うん、でも,、まあ、もう視聴者の皆さんも本当、ね、一緒に盛り上げていただいてね b e m a の F リーグ中継相当いいと思ってるんですけどは、ね、他のなんだほら配信サイトの他のサッカーの中継とかいろいろ見るじゃないですか配信見るけど相当いいと思うんですけどね<ー>、うん、実際。で面白いのが F リーグ中継でやってたものが去年のサッカーのワールドカップおととしかとか,か,、はい、とか他の中継でめっちゃ生かされてる そう,そう,そう,そう F リーグでやってた例えば選手のテロップとかもそうだけど<う>結構好評だったものが他のスポーツ中継でも使われてて<う>あ F リーグでこれ好評だったやつだみたいな結構あるからいやそうなのよ、うん、あの稲葉さんのワールドカップのあの時も、うん、う,ちのうちで初めて Zoom かなんかでやってて、うん、リトアニアの早、はい,はい、はい、そうリトアニアとうん、うん、あのあと多分 MLB とかでも中継やり始めたんじゃないかな 社内の人があ、行けるんだ海<ー>外の中継みたいなだからそれで広がるっていうところがあったんでやれそうじゃんみたいなビットワニアでできんならできるんだろうねええすごいなるほどね そういういだから結構 F リーグ中継をきっかけに他のところでもそれを始めたみたいな結構あるって聞きますよねだから、うんうん、そうなんですでそそうういうあんです、ね、アベマさんの中でそういうなんかこう F リーグ中継があることでお役に立てている部分もある種あ,るあったんですねだからはね e m a 見てもらっている皆様もしかしたらこのスーパータブレットをどんどん増えていろんなところで始まると思うんですよねあれも。まあ結構うね、うん あれなんかスポーツ中継のも,もはやスタンダードになる感じなんで,すよんですよね。うん、そう、ね、結構。うん。<laughs> 春日会,会場で藤崎さんらしき方が試合見て興奮してるのを目撃しました。今日いろいろお話聞いて本当にうれしかった。いつもありがとうございます。ってこれ多分だから。 当然藤崎さんの存在知らないけど多分現地で見てて、うん、あの<や>アベマのブースの近くでややばいとこうこうすごい興奮しててアベマのスタッフの人だなと思って今日見てあれあの時の人じゃないっていう感じになってるんだと思います<ー>結構あの時放送席スタンドからも近かったじゃないですか近<い>アリーナとスタンドで近<い>そうだからじゃないですか。 なるほどねいやでもそう確かにあの時本当に先ほども話しましたけど藤崎さんが「今日マジで面白かった」「面白かった」「めっちゃ興奮した」とか言ってそ<う>で最後の僕も興奮して立って実況してたんですけどそれを後ろから斜め後ろから写真撮って送っていただいたりとかああそうですねうんそうそうそうこれ写真よねとか言ってうーんいやーよかったあれはね、うん、終わった後山ちゃんでご飯食べてもう,もうずっとその日の試合の話しましたよね、うんうん、でそのまま、まあ、その日のうち帰りましたけど この前のでもあれですよ名古屋のねあれもなんだっけあのー、ファイナルシーズンの3日間行ったじゃないですかまあ僕3日目ちょっと自分の試合やって帰んなきゃいけなかったんで、えーえー、1>, 1日目の夜、はい、あのー、ねみんなでご飯行ったじゃないですか渡辺智明さんの行ったんですめちゃくちゃ美味しかったですよねいや本当に渡辺さんにはいいところいや驚くほど美味しいお店に連れてってもらって、まあ、あの日とかもやっぱ出張楽しいなってみんなで行く出張すごい楽しい、うん、はい。 やっぱり、ね、チームの選手の人ってやっぱりいいところを知ってますよね。み、うん、たいですね。うんうん、だ試合終わってあとのく時とか行ったりとかって話聞きましたけど。はい ね、非常にありがたたかったですね,ねみんなでタクシーで行ってなんかあの感じもちょっと合宿っぽくて <laughs>、ね、はい,いやいいっすよね我々もなんかあれで制作スタッフの皆さんと出ている側のまあ解説実況とか、はい、まあ辻さんもね、はい、てみんなでこうなんかより親睦も深まりますしね結構チーム感はこの安倍マ m f リーグ中継チームめちゃくちゃあるでそれ別に去年とかもうその前からですけど、はい、それこそその。 長谷川優さんとか、小庭さん、中島隆さん、のいろんな方が出てくださってる時から。そうですね。チーム感、めっちゃありますよね。はい。結構、もう、打ち上げ、毎回、めっちゃ楽しい、一瞬で終わっちゃうんですよね。うん、確かに。はい。クソほど笑って、一瞬で終わるっていう。うんそうですね。はい、意外と、ね。意外と。うん。あの日も、本当に、はい。 稲葉さんか横江さんが帰んなきゃいけないっていう話だったんですよね。その<ー>最終新幹線で。あ、二日目だ。はい。あ、そうですよね。はい。俺は頭の中よぎるんですよ。はい。確か近所ふと二十一時半。過ぎると最終だしな。うん、この後こ。この人も少ないし。うん。逃すと十二万円のレゴランドしかねえなと思ってこう。必死な頭ん中でこう。<laughs> これ、それも生かされるわけですよ。経験が。そう。さすがに稲葉さんとか横江さんはあの。二段ベッドに。 止まらせるのをい,いやいやだしな,なんとか終わ終わらないからみたいなこうよぎるわけですよこうやって <laughs> もうめちゃくちゃそこで繋がってくるいやそうだ,だ経験なんでも経験ですよ今話題のレゴランド,ランドそこでもう一回天丼みたいにここで出てくるんですねいやもうそうはい早,早く帰らせ早く帰らせてくださいっ,って <laughs> 電車乗らっちゃうんですいや面白いもう,もう もうマジで面白いですよ。<laughs> いやいやいや、はい、あれはマジで焦りましたから。いやいや,いや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 。ないんですから、そこ、宿は。いや。はい、そうっすよね。はい。話が面白すぎて、目薬、薬入れるの忘れてた、ほら、ドライアイになっちゃうぐらいもう。本当ですか。五十五人、さっきより増えてる。すごい。いやー。いや、でも、本当、皆さんに支えられて、もう視聴者皆さん。でも、ね、そうっすよね。本当に、支えられて、もうエリーグに入ったっていうので。うん 中継の中でもねコメント欄とか見ててもそうですけどすごく雰囲気もいいですしねなんかああいう感じだとやっぱ制作してる皆さんとしてもなんか面白いものをもっと作りたいななりますよねあれがなんかもうヘイトコメントみたいなのばっかりだったしじゃあもう放送しねえよみたいな勝手にしろみたいなそうですはいはい正直ね現地中継なんかっていう話気持ちにならないじゃないですかまあ確かに確かにそうですよねなりますけどっていう中でね いいいやーでいやでもこれすご良かったんんじゃななないかななんか皆さん多分アベマの F リーグ中継の,なんかあの、まあ、いつもは演者チームしかえっと、ね、出てないですけど、はい、なそれ見ても皆さんよく書いてくださってる a b アベマチームの雰囲気すごい好きみたいな感じで書いてくださる方多いんですけどこれやっぱもう制作スタッフの皆さんも含めてのね、はい、すごいいいチームなんだよっていうのはなんとなくこれなんとなくっていこれかなりね多分。 あの伝わったんじゃないかと思いますし、あ富崎さんに合流してから同席ずっと50人以上。いいんですか？いやこれもうだからあれですよ。藤崎のフットサルレディオです今日は。いやそんなことない。そんなことないです。いや本当に本当に。はい。はい。そうなんです。いや一個だけじゃ僕告知していいですか？はいはいもちろん。あの1月の20日、今週の土曜日、僕過去川のジャンカラで、あの将棋のパブリックビューングってあるんですよ。 名古屋のジャンカラ？ジャンカラってカラオケのジャンカラですか？ええそう、将棋のその生演奏があって、そこで名古屋のジャンカラでパブリックビューインですけど、ほうほう。その前日やるんで。えそうなんですか？え何時からですか？一月二十日の。えっとね、じ十九時からかな。十九時から。名古屋そう。大西やっぱり優秀なんで、もう調べてます。これかすは来す。げえ。そうなんですよ。異常だったらガス入れたいですよ。 <laughs> 大丈夫す,すげえすげえっちょって一月の二十日土曜日ですね土曜日に加古川ではい加古川のジャンカラ、ね、でパブリックビューイングカラオケでやるんですよはいまあでも密閉して大人数入れてみたいな、はい、その前説をやりますパブリックビューイングをやるんですか将棋のはい確かにこれすげえっちょっ,と待ってこれは

たんだら「えっ?」と思ったんですよその新大阪から、はい、加古川までなんかどんこみたいにな,なってて隔離停止になってて、はい、えそんな感じなのみたいな、はい、でもどうも調べるとなんか姫路から行くとか。はいはい なるほどね。これも出てますよ。ああ、そうそう、今週さすが。去年のね、コメントアワード、あの死ぬ思いで、当時中央大学四年生の。あ、放送されるんですか。あ、放送しますね。の、一月。僕は出ませんよ。埋設なんで。ああ、なるほど。あ、じゃ、行っていただければってことですかね。加古川にね。加古川ね。加古川から始まって。うん。次が。え次、どうなった。北海道。北海道はね、僕、行かないのかな。はい、はい。 あそうね、あこんなでもやるんですよこれで将棋めちゃくちゃでも数字もいいらしいし人気なんですよね、うん、す人気コンあっために行きます私の住む町にも来るかなってすごいっすよもうラルクアンシェールみたいな言い方されてますよ <laughs> <laughs> 全国ツアー私の町にも来るかなみたいな、うん、<う>完売してるとこもあるらしいんですよ僕分かんないですけどえー、すご、うんうん、ただあっために行くって 前もも話ししたかもしれないですけど僕友達にギブンっていうラッパーの友達がいるんですけどミュージシャン会話のフットサルで一緒に行けるってそいつは将棋大好きでマジですかそうでアベマの将棋中継、はい、もう欠かさず見てるああぜひぜひはいで俺がそのプロデューサーやってる人が F リーグのプロデューサーさんもやっててって言ったら、うん、もうね見たことないぐらい興奮してました <laughs> 本当ですか、はい、ラッパーの人ってなんかこうあれじゃないですか普段ってこうなんか熱いですいいっす いいやつなんだけどテンションバンってなるタイプじゃないですかはい、はい、ライブとかでわってなるけど、はい、普段は「はい、あ優ユウさ久しぶりです」みたいな感じのなんだけ将棋の話した時「マジっすか!」とか言って、はい、めちゃくちゃテンション上がって、えー、もうめっちゃ会いたいっすわその人みたいなルールがあれなんですよね通常の将棋よりもこのなんか考えられる時間が短かったりとか,だかそいつが将棋大好きなそいつが言うにはだからそのすごくそのテレビで楽しむためにそのルールをうまく、うん、でも将棋の本来の面白さを損なわずに。 なんかすごくうまく構成されててみたあ,ありがといます、はい、ことを言っててそうなんだって、はい、デニーズ渋谷のデニーズでめちゃ興奮しててんですそ上にね数字が出るんですよパーセントがうん、うん、あれは僕が考えて組んだんですけどそうなんだ結構だからそれがすごい好評で、ね、あれでみんな分かるようになったらしいです、はい、将棋が。あ F リーグ中継でやってらっしゃるようなことをやっぱ他の番組でもやってらっしゃるんですけど<ー>いかにだからその素材をだからあれじゃないですか、まあ、素材はその将棋中継やって藤井聡太さんとかいらっしゃるんでもう一流の素材が来るわけじゃないですか、はい、でそれをだからどう味付けしてお客さんに出すかっていう、えー、まあ料理人的なことをされるわけじゃないですか、うん、まあ刺身でそのまま出してももちろん素晴らしいんだろうけど、うん、でもなんかそのアベマというお店のコンセプトにあった調理法で出すみたいなところじゃないですか。 よく知ってます AI ですよねって書いてあそうです,、ね、うわすごい見てくださってるのかなありがとうございますへえ ABEMA 見始めたの藤井さんの対局見たかったらあなるほどね藤井聡太さんのね、うん、あそう神に言って手と大逆転そうです僕が一番取り当たってましたのでへえ<ー>そういうの聞いてるちょ,ちょっと見たくなるな99対1になるちょっと今度僕頭から見ますちゃんと途中から見たことあったんですけどはい 将棋のルールはかろうじてわかるから頭から見ますそしたらこれより楽しめそうですね。<ー>ねこれぜひ今日ね藤崎さんに感謝っていう皆さんこの番組もリアルタイムで視聴していただければこれ藤崎さんの数字になるわけですよね <laughs> 多分ね一番はねもちろん一番はね入れ替え戦見てもらいたいあそうですもう入れ替え戦ね2月1718、はい、<号>ちょっとコメントで最後は見てくださいあのどっちが勝つか見たいですねあの仙台と仙台,みな仙台北海道ってなんかあれカメラのあれがシャッター残念ながら落ちちゃいましたけど。 もうじゃ終わりですかね、これでね。ですね。あ、これは、え、もう、配信も終わってるいや、終わった。10秒まで。10秒まで。もう、たぶん、しゃべりすぎて、こいつも飽きちゃったんですよ、カメラは。じゃあ、次の話、投げえよみたいななっちゃうんで。いやいやいや。あっ、戻りました。戻りました。あー、どうぞ。なるほどね。一瞬真っ暗になったっていうとこいや、でも、そうか。カメラ、すぎて。カメラカメラも引いたほう北海道頑張れって書いてますね。いいことですかそうですね、スポラーダ とボスクオーレの方は僕も取材行ってきます北海道知っていけるか分かんないんですけど、はい、極力ねうん F1 の強度の試合は仙台経験してないと思うんで北海道だと<ー>確かにこれね面白いねほんと分かんないですよお一昨年のあのあれよ長野品川で品川長野が逆転残留、うんまあ、追いついて、うん、残留したじゃないですかあの試合がまさにで。 ややっっぱ名古屋オーシャンととかかとてるらズいくら F2 で強くてもやっぱそこの強度は違うからっていうね、うん、だから単純に結構僕はいい試合になるんじゃないかなって、うん、あとやっぱ大一番の室田勇樹はやっぱ持ってるんであの名古屋の現地中継で証明されてますから。 だ彼個人としてはまあ,あれ以来の現地中継になりますからね、世界リーグはフリーグ TV だったから、確かにそうしたら彼はやるんじゃないかなっていうのは、でそしたらやっぱり勢い出たら、これね、真っ黒になったから、ならなそうって確認、かけない、はい左、左側から押し方みたいな、もうなんでも拾えるっていう。はいはい、パチンコのねはい ス室田トで残留とか泣きます。いや、ありえるよね北そう。北海道関口選手の壁は硬い。確かにね。日本代表ゴレールだからね。入れ替え戦楽しみだって。あ現地観戦するって、<あ>入れ替え戦。もうね、チケットはまだこれからだよね、多分ね。だけど、うん、うんだよね実そう。試合時間も出てないね。うん、まあまあ、多分普通に昼間だとは思います、うん、例年になるでいくと。うん、前後に試合ないしね。うん、なんだけどもこれ、これをまたね、現地からお伝えできるっていうのは、僕はすごいわくわくしてますよ。 これすごいな長野が入れ替え戦出るところで11月やるとってましたか自宅でアピール。ああなるほど。ああなるほど、ね。いやでもね現地でどんな試合でも面白いんで。そうですね。そうですね。えー、うんそうですね。仙台も期待してますが室田幸が残り金君屋に引退。それカカ確かにね。いやありえいろんなストーリーがありますからね。そう。でも仙台にも F1 でプレイしてて昔以前。だからそのこれ勝てばあの F1 に帰り咲き個人としても出せるって選手もいたりするんで。 そういうストーリーもねあってねちょっとこれはね相当面白いと思うんでいや盛り上がりますよね間違えないなく駒沢ですよね、うん、駒沢の新しい方あそうそうそう,そう屋内競技場の方でいや、うん、でこれも現地中継ありがとうございます全然いや,<解>やっぱり現地はやっぱね見,見たいですよねいや我々ももう熱を最大限もう 放出できるだ僕実はその日あれなんですけどね2月の僕2月にあれなんですよ自分渡辺智章さんと今同じチームでフットサルしてるんですけど東京都リーグで優勝しまして、はい、で関東リーグに上がれるかもしれなくて参入戦っていうのが2月の10日にあるんですよ、はい、でそこに2試合勝つと2月17日試合なんですよ自分の<ー>なんですけどなんすけど僕今回はだからもうチームにも話して<ー>重要な FNS 入れ替え戦なんでだからマジですかあの10うに レギュラーの元ペスカドーラの僕が退場して出られないとかなったらちょっと緊急でそっち行かないといけないかもしれないですけども基本的にはもうだから僕もその F1 スイリカ戦スタイルっていう、ね、あそうでやらせていただくんでもう現地中継すっごい楽しみにしてますからこの前もだから僕は名古屋ラウンドが最後だったんで実家、えー、会場 MC やらせていただいてももちろんありがたかったんですけど、うんうん、やっぱねシーズンのラスト雨まで僕もで締めたいっていうのはかなりあって。 僕 b e m のおかげで僕だってスポーツ一応アナウンサー MC みたいにしてもらったんですからねこれあそうなんですか、ね、そ,そうですよライターですからもともとめちゃくちゃうまいじゃないですかいやいやいやもうほんと結果ですよ1回目なんかもう二度と出ないでくださいっていうコメントめっちゃ来たんですからね、うん、<laughs> <laughs> まだ藤崎さん来る前です多分、うん ああそう体将が変わってるからううかアベマ m の F リーグ中継全社中継になるタイミングで藤崎さんいらっしゃいまして、ね、そっからがなんかぶっ飛んだことばっかり言ってますけどね内容が全然違ってない <laughs> からの突然岡村航平の歌「今日もまた稲葉うわ」っていう謎の <laughs> そっから始まってねもう本当にそうですよ、えー 忖度実況やったりね、もんたそう、あリクエスト中継。うん、それから、ゴールデラッシュ。<え>こうやって振り返ると、いろいろやりましたね。<laughs> いや、いろやりました。<laughs> でも、全然違うことでやってんだろってなっちゃいますけど、ね。ああ、いや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 、ね、でもね、それでもやっぱ盛り上が、ね、入れ替え戦は絶対に残ります。北海道サポート。ああ、いいじゃないですか。湧かないから。 ありがとうござたむみさんいやそうっすよね稚内か,から来るんですかこの方そうだって普通に関東の試合にいらっしゃってる時あって稚内、えーえー、か,からいらっしゃってるんですよだってホームゲームでも稚内か,から札幌とかでも車でだからええー、どれぐらいかんですかねね、うん、多分 5, 5時間と思ったかななんだけどだからホームがホームじゃないみたいなあ<ー>だって僕らが大阪とか行って試合見る方が早いんですから まあそうかあのね北海道の MC の方もすごい大変してましたもんね帯広会社にしてからそう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 クリアさんクリアさん帯広にご在住で札幌とかだからすごいだから全泊したりとか試合時間によってはあと朝すっごい早く出たりっていうね話をそういやそうなんですよね現地開催よ現地放送現地放送だよ いやーね入れ替え戦の土曜に物草屋集合ですねいやそれは確かにちょっとありかもしれない物草屋さんってあのトサルのファンが集まるお店があるんですよ新宿御苑前にあそうなんですか、はい、であの立川アスレもともと府中の時代から府中アスレの時代からお応知してらっしゃってでそこでだからあれがなんかファンの人が集まって、うん、でよく僕も時々そこで呼んでいただいて飲んだりすることがあるんですけど 確かに1日目終わってから入れ替え戦の日の夜物草屋さん集合は、まあ、ありかもしれないがしかし20人ぐらいしか入れないんでなるほど多分一瞬で満席になの、まあ、でも物草屋さん本当にフットサイルめちゃくちゃ応援してくださってる、はい、であのアベマのアベマもいつもそのリアルタイムであそこ流してくれて、はいね、お店でそうなんすよだからすごいあのアベマを押してくださってたりもするへ<ー>なんで これ確かにいけたらいいですけどプレ,プレミアチケットになるぞそれ。尾崎 P 行っちゃうのって。ものすごい。いそうか。ボックからあ,あっ P が来るってなったら<や>多分一瞬で売り切れます多分。それこそ本当なんかいや,いやいや90年代後半のグレーのツアーぐらい一瞬で売り切れると思います。大した話ね。でれれれはい売り切れみたいな感じの。もうイントロで売り切る。そうっすよ。いやこれいい,いや確かに企画としてはいいんだけど<ー>入り切るのか問題だな本当に。みんないやいや来ないでしょ。 来るっすよ多分普通に多分みんな結構来るからでも僕物癖に言っても普通に僕高校時代に泉体育館でポリッシャマいてましたからそれバイトしか言わないですよえ泉体育館で僕高校時代の時、はい、ずっと体育館でポリッシャマしてましたバイトでえそうなんですか立川が生まれでずっと泉体育館で、はい、体育館をこう掃除やのバイトやつってえそうそうなんですかだからあのだから僕これであの泉体育館成人になってから 久しぶりに来て F リーグ中継でそのその時以来行ったんですか。そう行って。あご出身そっちの僕生まれが立川なんで。あの辺めっちゃだから特にまだ立川にのないから。ない全然ないっすよね。だってまだモノレールもない時代じゃないですか。そう。モノレールもなくて。伊勢丹もありました。伊勢丹もなかったです。あ、えあその時代は本当に分かんないや。へえ。だから久しぶりに行ってうわ泉大館変わってないし懐かしいなんて。 あそうだったんですねそんなストーリーもあってだから久しぶりにアスレのサポーターの人喜びますその話もえそれでもいいですね仕事でまた久々にねなんかこう当時のことを思い出しあでも変わんないなみたいな感じですよな、ね、んならポリシャーかけてあげるよみたいな体育館にへえ立川の,あのなんか南口のそれこそ今モノレールの駅なのかなの近くにステーキハウスありますよねすごいあるなんだっけ <laughs> なんだっけなあそこののすすっごい老舗のあありますよねあるあるあそこも,もうありましたあれも僕がい,ている時はなかったですよ、ね。ああなかったんですそれすらまだなかった、うん、あそこ結構老舗ですけどねじゃあまだあれですか,なんかもう全然もう関係ないちょっと立川の話になりますけど立川ってあのだからもともと米軍の基地があったじゃないですか今昭和記念公園とかだからそのなんか当時の,その戦後間もない頃のそのなんだ 雰囲気を結構だから米兵の皆さんが遊びに行く飲み屋街とか北口あったりとか、えー、あと映画館がいくつもあって洋画がその時から見れたりとかっていうのがあったって聞いた時代ですから今でもアメリカンハウスっていうんですかあの平屋のお家とか結構あったり残ってるじゃないですかちょっとところどころ。 そうですね。あんまり放送で言えないことばっかりいます。そうっなんでしょうね。はい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 。立川をめっちゃいろんな話言えますけど、多分全部放送できない。そうか。飲み屋では言えるが、飲み屋でもギリギリ録音禁止でお願いしますみたいな内容の、はいはいの、はい。まあまあそうっすよね。いやっていうのも僕も父があれなんですよ。立川の近く中上っていう秋島市出身なんですね。 で漫画家なんですけどもともとミュージシャンで,、はい、でその立川のなんかあの辺のアメリカの兵士たちが米兵の人たちが来るな23,000人のライブハウスで若い頃やってたんですよ、はい、そうバンドのギタリストで,でその時の写真とかがあってだ木造のライブハウスで2,000人ぐらいアメリカ人だけなんですよ。でその米軍住宅の中にいる兵米兵の軍人さんもそうだけどそのご家族とかもいるから。はい だから普通になんかこう、なんか若い女性とか、なんかいろんな人たちが、そう、うわって、埋まって、白黒の写真があって、で、ステージで、親で、こうやってギターソロ弾いて。あるんですけど、<laughs> それだから、あの時代の立川なんだろうなと思って。ふッサとか、あの辺もいまだに、ね。そう,すね、うん、なんか、色が。そうなんですよ。ちょっと、なんか本格的なバーガー屋さんとかも、いまだに多いですし。ああ、そう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 。そうなんですよ。この立川の予備校行ってましたって、めちゃくちゃ、これ、代々木になと思うんですけど。ああ、なるほどね。はい。代ゼミだ。 なるほどね。はい、なるほど。そうなんですよね。えー、懐かしいですね。物臭いさんに集まるのは立川アスレファンだけじゃない。本当そうっす。みんな、そうそう。ホーム戦七時間だってやっぱわからないから。<laughs> やっぱそうですよね。<laughs> はい、そうですよね。七時間。七時間はやばいな。だってモスクワより遠いっすよ。よ <laughs> モスクワ5時間。タイ、タイとかで。タイでも六時間ぐらいですかね。六。かかんないっす。 すすすごいいでよ全然外国行けまかやだら僕も本当にこれ知らなくて旭川の体育館から釧路に行くっていうツアーツアーとか日程だったんです僕仕事でねエフリーグで旭川体育館から電車乗るじゃないですか釧路までノンストップなんですよ6時間ぐらいかかるんですよ6時間の知らなくて新幹線みたいにこうワゴンセールが来ると思ったんですよ俺水も何も買ってないから6時間何にも飲むもんないじゃないですか食べるもんないしでかといってじゃあ ドアがプシューと開いて目の前にジャンケーだか飛び込んで金入れて戻ってくるにも発車ベルならないんですよね。俺マジでどうしようと思って六時間干からびちゃうよと思って。確かに。でそれでなんかトイレはあるってトイレのずっと水を飲みながら。それしかないですね。いやおだすごい大変だなと思って。で行ったら風邪でいて残ってるたんですよ。ああなるほどね。なるなるなる。えすごいねこれ七時間でホームゲームの。 あ7時間、ね、そう 7, 分 7, 分7時間七名って言ってましたからね七名 <laughs> で言ってたからね、うん、あー雪だとね7時間以上かかっちゃうんですかねいやそうですよねニュートン好きです立川予備校行ってましたそっかそっかいやーこれ物草屋さんはでもこれ事前に行くってなったらもうみんな集まっちゃって一瞬で多分入れないってなっちゃうな。 でも関係ない話ばっかりしますけどね。いや全然いいんじゃないですか、それで。はい、これちょっとお忍びでちょっと行きますか。<laughs> いえ日程によるですけど、ね。いや,いや、あのあれ入れ替え戦の一日目の後。十七 <laughs> で,でしたっけ。十七、はい、って何日でしたっけ。土曜日ですね。あ、だから,だから多分それあれじゃないですか、僕。あのさっきの、あ、前説どっか言ってんじゃないですか、ね。あ、そういうことか、終わって将棋パターンですか。はい うぶんどっかに行ってると思いますなるほどね忙しすぎるで次の日第2日目ですもんそうそうすぐ持ってきますやばいやだからさこういう人たちのおかげでね中継が成り立ってるんですよ本当にてかもう藤崎さんのおかげでフリーグ中継が今あると言ってもそんなことはない視聴者の皆様のおかげですよいや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 いいや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 いいいいや いや本当でもありがとうございました今日もお仕事なんてお忙しいでねあのね本当に話面白すぎてずっと話しちゃってたんですけど気づいたらもうすぐ0時なんですよそうなんですよだから申し訳ないな全然いやいやなんででもまだ55人見てるからねマジっすかありがとうすげえないやなのでそうですねぜひぜひあ四47人でもまだ50人ぐらいやですからねなんでまたちょっとぜひ で藤崎さんのお顔を覚えた方も今日多いと思うんであの会場で入れ替え戦で見かけたら <laughs> 多分ぜひ、はい、この前そうちょっと話したんですけど名古屋ランドの時に、はい、アベマの方にお礼を伝えたいですって言われたんで、はい、その時ちょうど藤崎さんも打ち合わせかないらっしゃらなくてで僕もそのあと放送始まっちゃったりしてタイミング合わなかったんですけどそういう方多分結構いるとは思うんで皆さん見かけたらぜひ藤崎さん本当にありがとうございますということで。 ありがとうございます。伝説の神回だった。いや、本当に日付が変わりは。まあ、くださまさかのひば、これ、ちなみに藤崎さん。<laughs> 過去最長す、これ。ああ、ごめんなさい。こんだけ、ええ、じゃ、いいですよ。こんだけ僕喋っても、あれなんですけど、いや、こう、いかに盛り上がったかっていう話なんで。ああ<ー>、お、うん、あ、そうですか。時間忘れて、大晦日に次いで、日またぎ配イそう、そうね。大晦日の時は11時半に始めたけど、今日はね。はい。普通に9時に <laughs> 始まってねいやー。藤崎コール。藤崎。 ゴールあってもいいと思ういやいや大丈夫藤崎もうちょっと早く配信したらこの前ファイナルシーズン全サポーターやったと思いますああいや意外とね僕あのシャイなんで言われる恥ずかしいです嘘そうなんですかそんなえー本当っすか、はい。いや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 ,いやこんなにだってね 藤崎さん合流から同説覚えましたってありがとうございます。別にこんなやつ覚えなくては覚えましたちょっと怖いですね。覚えたぞみたいな感じいやいや、怖いじゃないですか。いやいや。でもありがとうございました、本当に。いや、こんなお忙しい中、こんな夜中の今、11時58分ですよ。すいません、本当に。いありがとうございました。ということでね、きょうは本当、きょうね、ファイナルシーズンの振り返りもやったんですけども、その後急遽 お仕事を終えてて来くださいました緊急ゲストなので告知にもいらっしゃるって分かってれば当然アベマエフ f リーグ中継プロデューサー藤崎さん来ていただきますって当然告知したんですけどその余裕もなかったので個人でで来たんあくまでもね仕事終わったらオフの時間に入場出演って方で来ていただいたんでなんでちょっと告知もできなかったんですけどご覧になられた方はラッキーだったと思いますがアベマの a f リーグ中継プロデューサー藤崎さんに来ていただきました藤崎さんありがとうございました。 ぜひね、入れ替え戦も現地で見ていただいて現地で阿部を置いていただいたいひ。で、おうちの方はできれば複数デバイス、テレビ、パソコン、スマホとかやっていただければよりね、よりご無理のない範囲内でみんなで盛り上げましょう、北海道、仙台も我慢していただいて、絶対熱い試合になると思いますから、なのでね、ちょっとまだ1か月、ちょうど一か月ですね、2月17日にまたお会いできればと思います。僕のレディは毎週やってますけど ということですね。えー、改めまして皆さんそしてお願いあります。今日ぜっかくなんでね、これ見てくださって YouTube のサルの YouTube チャンネルこの前からちょっとまた増えてます。チャンネル登録1020人までいってますがぜひチャンネル登録、えー、それから高評価ああそれから Twitter X のフォローなどもぜひお願いいたします。そうねこれあとハッシュタグ福大のフットサルレディをつけてぜひ感想の投稿もねよろしくお願いいたします。今日すごいくんもう来てるんじゃないかむしろこれ。 YouTube の方のねチャット見てたからあれだったんですけど多分めっちゃ来てんじゃないかな神回になってるみたいな感じになって特別ゲスト来たとかねやっぱ頂ただいてましたねいやすごいすごいですよもうありがとうございました楽しすぎてありがとうございました藤崎サッとやったってフチサッとやったってで <laughs> ありがとうございますすごい、はい ってパッちょっとチャット目話したらもうあれですもん、うん、一周して上にスクロールしないと見れなくなってるありがとうございますありがとう楽しかった感謝伝えに行きます、はい、ありがとうございました最高ありがとうございましたありがとうございましたもう断幕ですねとか本当に感謝ですありがとうございますすごいすごい来てる本当にいやこれ嬉しいさ僕出ていただいて出ていただけて本当良かったですいやありがとうございますありがとうございましたまたね入れ替え戦もありますんで、はい 引き続きどうもよろしくお願いします。はい、ということでね、今日は第20回とかだったのかな。ですね、はい、えー、第20回の記念に。えー、特別ゲスト藤崎さんに来ていただきました。はい、ありがとうございました。ま,したまたじゃあ。あ入れ替えよろしくお願いします。バイバーイ。はい、じゃあこの辺りで、<laughs> はい、失礼します。また。